はい、こんばんは。こんばんはっていうか、まあ何の準備もできてないんですけども、本日は2019年7月の11日木曜日夜の10時28分を過ぎたところです。こんばんは。なんか BGM を流しましょうか。じゃあ今日の BGM はちょっとね、あれがいいな、やっぱり爽やかな夏の BGM がいいな、みんな。だとするとですね、これかな。あかんな、やっぱこれじゃないな、いつも一番しっくりきてない。世界で一番しっくりきてない BGM やわ、これ。あ、こんばんは、皆さん。明日4時起き？明日はね、私もね、まあ明日早くはないかな、別にね。まあ、つい先ほどまで微酒してたんですけどね、まあ、ホラーゲームをしてたんですけどね、ちょっと怖いってことで、爽やかな曲で、皆さんと少しの、なんかね、ロマンスティックな話を、しようかなっていう。いやー、もうこれとかいいですね。いやー、いいな。いや、お前は何もしないですよ。喋るだけですよ。もう今日も喋るだけです。生放送はもう基本的に喋るだけです。僕はなんかもうね、生放送ってことで言うとね、本当にね、君たちにはね、いろんなものをいただいてるなっていう気がしますよ。今日はね、何をするわけでもないんですけど、せっかくならば、まあ、皆さんにいただいたちょっとネタじゃないですけどね、そういったものもご紹介できればな、なんていうふうに、思ってるんですね。で、そういうネタって一体何なんだっていうと、待って、俺な、画面消えたんやけど、ちょっと乗らないんだけど、気が、あ、来ました。まあ、ツイッターとかでもいただいたものをね、ご紹介しながら、まあ、皆さんと普通にお話できればななんて思ってるんですけどね。あ、ビサゲ見てると、あ、申し訳ないですね、もうビサゲ、あ、ワイワイさんが生きる甲斐キャノンですなんていうね、コメント、本当に面白い方ですね。30万点をプレゼントします。おめでとうございます。いやー、よかった。今が10時半だとは思えないテンションですけれどもね。今日は何かしてたんですか、皆さんは。夏の予定っていうかね、本気生は今年はできないですけども、できないというか、まあ毎日ができないので、生放送がね。去年はね、去年のだからいつ頃でした？ 8 月頭からですか、私できるだけやりましたけども、まあ、そんなにはできないんじゃないかと。なんかでも、期間を決めて、雑談だけでも生放送できるような日があればなとは思ってますよ。あと、僕の夏休みしますからね、僕は。ワイワイは人ですか？まあそうですね、ワイワイはまあ人でもありますしね。なんでそんなコメントを読んだのか、ちょっと僕も今分かってないですけどね。はい。あ、そうそう、そのね、フェンディのね、財布を買いましたか？なんていう人もいますけどね。そうなんですよ。1年ほど前からね、うちのおかんがそのフェンディのね、F が上向いてるやつと下向いてるやつが、こうテトリスみたいになった財布が欲しいと、いうことをね、常々言ってましてですね。で、まあ、買ってないんですけれども、それでね、もうなんかよくわからないですけれども、買ってあげたらいいじゃないかと。なんなんだお前はと。彼女から生まれてきたんじゃないのかというね、熱いお叱りを受けたりしてるんですけども、まあ、さらさら買う気はないということで、皆さんには徹底していこうかなって思ってるんですけれども、今年は痩せないです。はい、痩せる気とかないです。はい、申し訳ないですけれども、痩せる気はないっていうか、まあもうそこまで辛い思いをしたくない、僕からするとね。っていう君たちもそうなるからね、はっきり言うと。今だけです。今だけ。そうやってね、あなた方は、まあそうでしょう。もう今、それ何歳なんですか？わからないですけども、中学校、高校の時はね、僕も食べても食べても太りませんでしたよ。だって、焼きそばの UFO をね、2つ食べても、コイコイソースでも太らなかったですけどもね。今になってみると、もう本当にね、深海魚のように太っていきますからね、残念ですけど。30代はやたら太りますよね。そうなんですよ。30代はやたら太るんですよ、皆さん。まあ、もう分からない方々はね、多分30になった時に涙を流して僕のこの雑談放送を見ることがになるでしょうね。本当にもうね、そう、代謝が落ちたって、本当に。今日は味のないつけ麺食べましたね、僕は。はい。冷凍のやつ食べました。なんか麺はチンしたらいいよ、ね。でもソースのやつは 100ml の湯でやってねっていう、なんか薄めて使ってねっていうつけ麺食べたんですけどね。まあ、間違えて 300ml ぐらい入れてしまったもんで、全く味がなかったですね。
あとあれ麺全部一本系っていうぐらい長かったですね。はい、食べてみたらめちゃめちゃ吸っても吸っても切れへんみたいな。最終的にもう一口で僕は全部食べました。嘘です、すいません、嘘つきました。フェンディの財布5万くらいやねんから買って、5万くらいやねんから、お前5万っていう数字が出て、くらいってようつけたな、お前5万とくらいは相入れへんで。っていうかこの BGM はどうなんだろうって思うね、やっぱりちょっと乗らないな。もうじゃあいつものにしときますか。楽しい気持ちにならへんねん、どうしても。なんかマイクの位置も悪いねん今日、西向いてるから。こっちこうしよう、よし。はあ、でや、今日はね、ちょっと皆さんにっていうわけでもないんですけど、本当にツイッターでバカが湧いてるなっていうのを最近私実感するんですね。いいバカが湧いてるなというかね、そういうようなものがいっぱいあるんです、私のツイッターっていうのは。ダイレクトメールでは特にね、最近の一押しのダイレクトメール送ってくる人ちょっとご紹介したいんですけど、この方おそらくね、モリーさんっていう名前なのかな、ちょっとわからないんです、正式名称はわからないんですけど、モリーさんっていう方がね、いつも、ダイレクトメール送ってくれるんですね。私モリーさん、今池袋でご飯を食べてるの私モリーさん、吉祥寺でスパダバを飲んでるのね。これね、なんかわからないんですけど、毎日で近づいてくるのかなと思った。私は最初、一番最初、池袋でご飯を食べているのの時点で、私はもうどんどん奈良に近づいてくるんだろうなって僕ずっと思ったんですけど、どうやら近づいてきてない。今日まさに今日もね、私来てまして、今日のモリーさんはどこにいたかっていうと、どこやったかな、ちょっともうね来すぎてわからない。今私モリーさん、今は能登のホテルについてる温泉で朝風呂してるのっていうのを本日の午前 5時28分にねいただきました。ちなみに昨日は富士急ハイランドで遊びまくって疲れてるのって書いてあるんですね。まあこれね、本当に面白いバカが湧いてるなという、ダイレクトメールね。このが実はいっぱいありましてですね、まあ、他にもね、まあ、バカというわけではないんですけれども、まあ、こういうのもいただきましたですね。これはちょっとちっちゃくて見にくいかもしれないですけど、これね、何かわからないでしょ、これパッて見てわかりますか、これ何か、この画像送られてきたんですね。この画像、これ何なんだろうな、この画像と思ってね、下見てみたらね、ワイワイさんこんにちは、いつも楽しく動画拝見させてもらってます。抜けた毛がワイワイさんやったので送らせていただきます。これからも動画楽しみにしてますということでね、まあ、もう分かりにくいと思うんですけど、僕もそれ聞いても分からなかったんですけれども、ちょっとここの部分が、ワイになってるということに感動を覚えたということなんでしょうね。非常にこう感受性豊かな方もいらっしゃるんだなってね、僕なんかはやっぱ思いましたですね。あとはね、私の動画を見ている人ってどういう人なんだろう、皆さん予想できますか。まあ統計で言っちゃうと、もう数字がね、うわ嘘をつかないので、もう数字で言っちゃうともうあれじゃないですか、それはもうわかるじゃないですか。だけれども、まあ、こういう人もいるんだ、実世界にというか現実にっていう方なんですけど、今日は2日目のカレー、希望者にはカレーうどんに変更もか、サラダアスパラベーコン巻きです、下方が食べたくなってきましたって書いてるんですけど、いやこの前はないです、わからないんで、何の話かはわからない、何かの話の途中で多分そうなんでしょうね。でマリオメーカー2の動画を息子が真顔もしくは眉間にシワを寄せてで微動だにせずに見ていたので、どうしたのか尋ねたら真剣に見ているからと怒られましたということで、まさにその息子さんが何歳かわからないですけれども、真剣に私のね、フェンディの財布を買うだ買わないだ、カニの足のにブーツだなんだね、言ってくれてるのかと思った。私自身非常にこれ、まあ世の中のね、なんか常識を覆しているのかなね思った。そんなカニの足にブーツね、まさに絵を描いてくださった人がいらっしゃいますね。非常に素晴らしい、ルナさんという方がね描いてくださいました。これはもうね売ってください、はいお願いします、これなんか売ってくださいね。カニの足にブーツという意味がない様ということで、もうウィキペディアにも登録していただいて構いませんので、はい、素晴らしいでしょ。こういうのもありましたしね、同じマリオメーカー問題でいうと、ザクロ男を派遣した方がいらっしゃいましたですね
ザクロ男はこのように存在したということで、非常にあのなんていうかな、自治ネタ的なところ、ああそうだったんだという、もうまさに今日本で初めてザクロ男が発見された瞬間をね、を捉えてくれば、意外とちっちゃい、ね、彼の子供はキング何でしたっけ、なんか忘れましたけどね、トロピカルキングかなんかですね、っていうことなんですね。まあこういう方々もいっぱいいらっしゃるということなんですけど、まあこれはちょっとなんでこれを保存してるか分からない、まあ読みますか。夜分遅くにすみません、この度はワイワイさんに憧れてついにゲーム実況を始めたことを、ああゲーム実況始めた方のやつを私これなんか残してたんですかね、自分は今大学生なのですが、ワイワイさんが相棒をやり始めた時からずっと見ています。楽しい時も苦しい時も辛い時も悲しい時も、ついでに隣に入れてくれたのはワイワイさんのゲーム実況と母親だと思ってますでも母親に失礼ですね、申し訳ないですけども、母親に失礼です、それはお父さんにしてください、せめてね、お父さんとお母さんにしましょう。じゃないとお母さんを私と同じその土俵に上げてしまうと、ちょっとお母さんがねもうやるせないと思いますから。まあこういうねダイレクトメールとかね、ツイートでもこういう方いっぱいいらっしゃいましたですね。まあ、最近ツイッターでなんかコンセントかなんかのやつですかかなんか、まあ やったこともあったりしてね、ツイッターを見てくださる方も多くなったのかして、バリ雑言ですね、そうですね、バリ雑言っていう、ダイレクトメール送ってくださる人もいますね、毎日毎日、はい、送ってくださる人もいます。まあ毎日見てるわけじゃないんですけど、どっかのタイミングでパッて見るっていうことなんですけどね。ワイワイさん、なんで雰囲気ゲームをやらないんですか。雰囲気ゲームっていうか、まあこれというこういいこれやろうかなっていうゲームがないっていう感じかな。普通に別に避けてるわけではないんですけどね、何に関しても。うん、今日送ったんですけどっていう人もいますね。今日送った、やつも入ってると思いますよ。このカニとかも今日かもしれないしね。カニにブーツでしたっけ、まあ、だって前回の動画でしょ、そもそも。まあ、次回の動画も一応もうあるんですけどね、マリオメーカー。編集はしないですけど。コメントの流れが、あ、早いんかな。どうなんでしょうね。まあ、他の人のコメントを見てないですからね、私。生放送を見てないですからね。最近はそんなにね、もうYouTube で動画見るってこともないですしね、僕は。ぜひ皆さんも、なんかあれしてほしいなと思いますね。ちょっと、これができればな、みたいな話があれば、ぜひぜひ言っていただければね。なんか人生相談してください、みたいなね、人もいます。前に生放送を言った時に、やった時にですね、毎日私に体重を送ってくれる人がいるんですね。始めた時は110キロぐらいの体重やったものが、ダイエットしてダイエットしてムキムキなんですけど、ダイエットしてダイエットして90キロ台に入ったんですけど、まあつい最近また100キロ台に戻ったと。でも生きる気力がなくなったというようなダイレクトメールが来ましてね。はい、まあそうなんだってね、僕は何も返さないですから、だからああそうなんだなって。そうね、リバウンドしたらそういうこともあるんだな。だからね、あんま簡単にね言うことじゃないですよ、ライズアップがどうだとか、うん、そういうことはやっぱりあんまりやっちゃいけないかもしれないね。もうリバウンドしちゃうと命に関わってくるってことですから、強く生きてほしいですね。デヴィ夫人 YouTube 始めた？あ、そうデヴィ夫人何すんの？デヴィってみたみたいなことすんの？じゃあ、うわ何それ、あーたやろ、何それあーたって言って、あ、でもデヴィ夫人に人生相談されんやったら俺まだええわ。なんかそのまだなんていうの、こ説得力はないけど、ごめん一切ないけど、でもなんかまだ納得はいくやろ。あ、そうかっていう、ね、ASMR デヴィ夫人が ASMR してるの？お前そんなくちゃくちゃ言うだけちゃうんか。え、もうそう年いってくちゃくちゃ言うだけちゃうんか。あ、そうデヴィ夫人の ASMR でもうものすごいお上品なんかな。あ、あったって言って言うてんかな。あ、何これ、あったって言って食べて言ってんのかな。うわこれは楽しみやな。どんな音すんのやろ。もうその音で匂いまで想像できるかもしれん俺。ゲーム実況者ってそんなダイレクトメール来たりどうなんやろな。人にもよるんちゃうか。でもなんかもっといなんか始まった人いい日の他にもそう こういう人始めて、こういうなんか前に放送した時、小学校で俺不登校やねみたいな、不登校運動みたいなしてた子いてやん。 ああいう子いい日の、ここ最近のああいう子。あ、カジサクが100万人いった。あ、なるほど。辞めるって言ってたもんね。100万人いかへんかったら辞めるって言ってたもん。本田圭佑が始めたん。あ、そう。本田圭佑、何すんの？本田圭佑が始めて。サッカーか？サッカーしてくれんやったら、まあありがたいか。まあでもどうなんやろな。サッカーじゃないんでしょうね、そりゃ。なんかカードゲームみたいなやつで、ペプシコーラの CM するっていうのは知ってるけど。
コラボすんの？俺ユタポンとコラボすんの？じゃあ、え、俺も俺じゃあ俺学校行かへんって、俺は何、俺仕事行かへんって言うわ。じゃあユタポンが学校行かへんって言って、俺仕事行かへんって言うわ、仕事行かへんでもええやんって言うて俺言うわ。じゃあ一生懸命な麦わらのルフィみたいな格好して、それでもいいかな。うん、じゃあ行かなければって言われるだけやと思うけど、多分俺は死ぬだけ、それはごめんやけど多分死ぬだけやわ。 YouTuber、 そうやな、最近芸能人が YouTube 始めるの多いな。始めるの多いっていうか、俺はね、ほんまにで言うていい、マジ真剣にこの人やったら YouTube してもあのええと思うよっていう人が一人だけ、一人だけっていうか、まあ少なからず私が推せるのはもう古舘さんやね。古舘さんにゲーム実況してほしい俺は。これはもう案件でしてもらうべきやと思うね俺。めっちゃうまいやん、さあやってまいりましたみたいな感じで、あの筋肉番付風にやってほしいね。全部の実況も自分でプレイしながら、絶対面白いと思うね俺。一番実況やで、実況界の一番偉い人が言った実況するっていうのが、俺はこれはちょっと見てみたいな。絶対勝てへんと思うね我々には。そうそう、ほんまの実況をしてほしい。斎藤光もやってんの？斎藤光ってそれどう読むの？斎えって書いて斎藤光、なんて読むのやろそれ。古舘さんの指先怖くなさいなやってまいりました向こうの方からずっと言ってる大腸です、大腸が現れましたとか言ってずっと言ってるの。もうあ、匠っていうの、匠って。いやもうそれはもうなんか四角のこう四角のこっちないやつにしてくれよ、こっちない方の匠にしてくれよ。それはでこうって読めるやん、もうそれ平井大と一緒やん。平井大も分からへんねん、平井大なんかマサルなんかヒロシなんかもう何とでも読めるやろ。そんな大をさ、なんていう大、あれは平井大なん、あれ平井なんていうのか分からん、あの大って書いて当て字で言い出したもん、何とでも読めるやんそんなと思うねんけどな俺は。うん、まあそんな書き方したらあかんけどなお前。古舘さんを一生懸命変換したんやけどお前。斎藤クリーパーで言うわ、斎藤クリーパーって言って、斎藤クリーパー匠って言って、かっこいいやん、その方がいいと思うわまだ。あ、松木安太郎はあかんな、松木さんはあかん、あれはもうあくまで解説者じゃないと、あの人はもうああだこうだ言うのがうまい人やから。ワイワイに DM 送ったら既読ってつくの？つかへんと思うよ。いや分からんけどつかへんと思うよ。だつくのっていう、それが分からへん、そのつくかどうかは俺には確認できへんから。でも多分ダイレクトメールを俺に送ってくる人の中で既読はしてって言われることがあるねんやん、見てんのに。俺は見てるけど既読にはしてって言われるってことは、多分その表示にはなってないんやろな、そもそも。ワイワイはいつ曲出すの？都市伝説の人？何や都市伝説の人って。え、俺都市伝説の人知らんな。あのなんか心霊現象とか都市伝説のなんとかとかも、俺ああいうのは全然見ひんからな。あの都市伝説も何も俺ああいうのも見ひんもん。オカルト系っていうのかな、 UFO を呼ぶやつとかいる、たまにいる、この中に UFO を呼ぶやつ、 UFO を呼ぶやつ出てきてほしいねんけど、その UFO を呼ぶやつとかはちょっとごめんやけど、マジ普通に喋りたい一回、どういう感覚でそれ呼ぼうとしてんのっていう、あのガチで話をしてみたい。で俺の考えをちょっとあのあれしてほしい、それ説得してほしい、俺を呼べると思ってんのって思うの俺最近呼べてないとかじゃないの、そんなお前の差し加減でさ宇宙からやってくんの？っていうかはっきり言わせてもらうと、宇宙人って言ったら俺らも宇宙人やからな、そこの時点でも俺ははっきり納得がいってないの。宇宙人じゃないやん、やったら俺らも宇宙に属してるから、俺も宇宙人だから、我々も宇宙人だって言うんやったら分かるよ俺は。なんだか違うもん、まずそのスタートのラインが違うもん、俺のなんていうかな考え方と。もし火星にいるんやったら火星人ってな、俺らやったら地球人って分かるよ。宇宙人って言ったらみんな宇宙人やから、それはゼロ。UFO って言うやん、じゃあ向こうの人たちから見たら飛行機も UFO ってことやろ、言うたら。だからそれはもう未確認だった場合は UFO になる、未確認飛行物体は UFO になるってことは、もうドローンも最初は UFO やったってことだからね。でもそこら辺がちょっとね、僕からしたらもう本当にへりくつの王やから私は。だから関西人もそうや、関西人と一緒、それはもう我々は関西人だって一緒、それはうんっていうことやねん俺は。
UFO の件夜更かしで昔、あ、そう、そのあったんや、あ、こ小走り CM 出たなっていうのもあった、そや、それよ、皆さんご存知ですか、もうなんていうの、顔面のサイズがおそらく私の手のひらよりも小さいであろう女の子、小走りという、その女の子がですね、あの午後の紅茶のミルクティーの、ミルクティーかどうか知らんわ、午後の紅茶の CM に出て、ちょうど今日ぐらいからじゃない、なんか CM が始まんねて、午後の紅茶の、何を考えてな、いや小走りちゃんが悪いわけじゃないね、小走りちゃんが悪いというか別に誰かが悪いとは言いたいわけじゃないねんけどもただな、順番としてはな、順番としては俺やて、それは、うん、いやそれな、あんまり細かく言うつもりはない、俺やて、あのオリンピック選手で金メダル取っても銀メダル取っても銅メダル取っても、それは本当に 0.4 秒とかの差で、その差になっただけであって、俺は金がいいとか銀がいいとかそんなんないよ、1番でも2番でも3番でも上位やったらいいと思うけど、だけど次が俺ってことないやん、絶対どう考えても、そこがもう俺は分かんないの、どれだけ飲んでるか、え、月に俺だ、だから4パッケージは買うよ俺、だってそもそも今ももう午後の紅茶は200個あるし、あの何リットルのやつ、あ2リットルのやつ、あれ 1.5 か2リットルのやつ、あれ俺常に200個あるからね、からライフガードの、炭酸とあれが俺のセットなの、そんなに俺飲んでんのに、選ばれたのは小走りやで、やっぱりねこの世の中はそういうもんなんだなって僕は思ったね、うん、やっぱもう僕の顔がね本当にもうそれこそなんて言ったらいいかな、もう絶世の男性、まあブラッド・ピットぐらいやったらね飲んでるんでしょうけど、午後の紅茶あかんな、なかなかこれが世の中の常識なんでしょうね、皆さん結局顔やねっていうか、まあ小走りさんは性格もいいんでしょうけどね、おとなしい子でしょ、だからもう全てが逆なのよ全てが逆なのさ結局ね、なのなの、そうそうそう、なのなの、もう仕方ないね、受け入れるしかない現実を、みんな現実から突っ張ねてもしゃあないから、自分をやっぱ現実を受け入れるしかないわなとは思うわ、だからもう俺がマスクなんか外したらもう最悪やって、もう午後も午前も関係ないって、もうそんな俺がマスクなんか外したらもうむちゃくちゃやねんから、結局全て逆やな、逆っていうかまあ、うん、そうやな、愛、うん、そう色がちゃうねん、だからなんかそういうなんていうかな、ちゃんと綺麗なその黄色とかそういうパステルカラーっぽいやろ、向こうの感じは、俺とかはもうそんなんじゃないの、なんかワインレッドみたいなそういう感じの多分色なんや、だから合わないんね、もっとバイオレンスなものやったら合うと思うわ、だからもっとでもバイオレンスななんかものない、商品もっと俺に合うようななんかビターなもっとやつやったら、ヒカキンでも顔出ししてるヒカキンでも顔出ししてるってのにってお前ほんまよくそんなこと言うよな、お前任天堂と一緒やで、お前任天堂の亀にノコノコっていう名前つけてるの一緒やで、めっちゃ失礼やでそれは、俺あれ任天堂の人どう思ってんの、俺の言い分をどう捉えんのよな任天堂の人は、いやクリはいいや、クリボーやな、栗の男の子クリボーの、ノコノコってお前悪口じゃないかもで、俺はそう思うねん。よい子さんが紙粘土で城作ってるよ、1万人が見てるよ生放送中、あー俺もさっきちょっと見たよ、紙粘土ってか、 なんかその前にも放送してたよね、そもそもなんか今日が確かゲームセンター CX の日で、でそれの宣伝みたいな感じでやってたよな、うん、じゃあな、任天堂の案件は来なくなったね、来なくなったっていうか、まあ来たことないもんな俺任天堂のゲーム、え、やったことある、任天堂の案件のゲームってあったかな、俺もう大体スマホかパソコンゲームじゃないかな、あのもうちょっとしたらまたね一個だけ案件をね受けてみたんですよ、これはね前から受けたい受けたいって私が言うてたやつなんですよ、受けたい受けたいって言うてたら受けれたんですよそれをちょっと一個まあ皆さんも知ってるゲームやと思うんですけど、まあそれをちょっとすることになると思いますね、8月ぐらいにあげるんかな、まあ予定ではねっていうことなのですけども、まあ、携帯のゲームなんですけどね、ただやりたいやりたいって、やりたい理由があってやりたいって言ってたんですけど、それがまあ通ったっていうことですね、言うたもん勝ち、そうやな、言うたもん勝ちみたいなもんのやな、言ったらできるもんのやね、そうやな、アスカキララ好きやなお前な、まあ、アスカキララ、あーって言ったらアスカキララ出てくるのかお前の携帯は、
お前連なんぞ後に。あがもう北島キララも出てきたわ。北島キララ、キララ組や、キララ組出てきたわ。もうわいわいプロスピ、プロスピって何やろ。あれやな、野球のゲームやったかな。あ、パワープロもしてないのよな。そういや、パワープロのね、あのスイッチのやつを買ったんですよ。だから栄冠ナインがないんですよ。あのマイライフっていうのはあって、マイライフはあの面白くてやったんですよ。終わりがないので、てか終わりがないとか、やりだしたら多分ね、あれ200時間ぐらい多分使うんじゃないかな、マイライフ一回終わんのに。だからやってない、やってないというかやりようがないんですよね。スイッチ版はあのサクセスしても思わないでしょ、さすがに。普通にサクセスなんかしても多分思わないと思うな。もっと感情移入できるものがしたいから。うん、巨人でな、パワープロな。あ、パワープロの金属バットの音いいよな。パーンって打った瞬間にさ、ちょっともうホームラン入った、あの演出最高やな。パッシーンギューン伸びて、入るか入るか入るかって言うて言うね。でもな、たまに入らへん時はね、カキーンっていう表示だけで、カッキーンかな、カッキーンっていう字だけパッて出てきてな、入るか入るか、伸びていく伸びていく、これが入れば胴体だ、伸びていく伸びていくって言って、もう絶対入らへんね、そういう時。それがものすごい腹立つね、あの実況の感じが。入れば同点っていうことめっちゃ押してくね、こっちに。それがすっげえ腹立ってくんね。あ、今寝て、あ、ね、寝てる人、あ、寝てるっていうかね、そうなんだよ。一応なんで今日生放送したかっていうと、あのまあホラーゲームをね、今してたの、今してたので、怖いね。だからちょっと休憩しようっていうことで、まあ服のサイトとかでパソコンで見てたんですけど、曲聴きながら。あの最近その聴いてる私のヘビーローテーションっていうのがあって、まあ最近の歌聴いておいた方がええかなと思って、菅田将暉さんやっけかなんかの間違い探しっていう、間違い探しの間違いの方に生まれてきたみたいな何言ってるか分からへん歌のがあるんですけども、まあそういう歌とか聴きながらね、そういう歌とか米津さんのあの海の幽霊なんか最近の曲をね、それにちょっとあの白日が入ったりとかしてるマイプレイリストみたいなのがあるんですよ。それを聴いてて、まあ、白日が聴いたらちょっとこう上がってくる、でも間違い探し聴いたらなんか、あ、落ち着くみたいな、なんかそういうプレイリストをこう作って聴いてもダメだから、だからあれやってたんですよね。私はキングの運気を聴いてるよ。キングの聴いてるっていうか、まあもう、まあ一応買ったからね全部。うん、若い子に、ワイワイさん、なんでか若い子に媚びるのとか、俺自身が若くなりたいってことを言ってるってこと、それとも何、若い子に対して優しく見せてるよねってこと、どっちか分からへんけど、まあどっちでもないんだけどね。うんどっちでもないんだけど、ただまあ若くありたいと思うのはもうその人のあれですよ。それは若くありたいですよ、私もできることなら。ジャズは、うん、ジャズまあ、聞いてないっていうか、まあそうやな、ジャズあんまジャズって感じじゃないんだ、ブルースの方が聞いてたな昔、どっちかっていうとね。剣士7月中にあげますか、ああ剣士の7月中にあげますかっていうかね、剣士はな、ほんまにあのね、剣士がっていうわけじゃないねんけど、地球防衛軍にも同じこと言えるんですけどね、まあ今でこそ言えるというか、5月のどれぐらいやったかな、末ぐらいかな、20日とかかな、まあ、とにかく5月から6月の末にかけて、だからちょうど今4月の11日でしょ、それに至るまですっげえ調子悪かったんですよ。その個人的に調子悪かったっていうのが、まあ最近なんとかクリアできてかけてきてるんであれなんですけど、まあぶっちゃけた話言うと、救急車で運ばれたんですね、私自身が。で今までそのコンスタントにこう上げてきた剣士とか、まあ地球防衛軍とか、ああいったものをやった時に一回パタッとこう自分が離れなきゃならなくなってしまったんですよ。でちょうどねそのタイミングでね、オセロがね、まあ病気っていうか、まあそんな別に大したもんではないんですけど、そういうのが狂ってきて、まあ今でも病院行ってるんですけど、オセロそういうのがあってね、もう全然乗らへんかったので、すっげえ気持ちが乗らへんってなって、何やってもうまいこといかなかったんですよ。もう本当に何やってもうまいこといかなかった。でその何やってもうまいこといかなかった時にさ、でもあげなあかんと思って俺剣士取っちゃったのよな。その剣士取っちゃったのが見返せへんねんな今俺自分で。ほんまになんかな、もうほんと申し訳ない、やりたくないわけなんて一切ないのよ。剣士っていうのはやっぱ俺の中では最高傑作やから、私の今までの中の実況で言うと、あの剣士っていうのは本当に素晴らしいと思ってるあのゲームの一つやし、
でもね、その時に撮っちゃったやつを今見返して編集ができるのはクソおもんないっていうのと、そうまさにな、無理してる感が出ちゃうのはこれどうなんかなと思って、で、まあ、地球防衛軍はもともとあんまりこう求められてなかったんで、まあ、それを言い訳にやめてよかったんですよ。けどこう体調がね良くなった今になって、これどうしようかなってマジで悩んでんだよね。ちょっと一回やり直そうかなと思ってる。もうその部分を全部チャラにしてなかったことにして一から撮り直した方がいいかなっていう、まあ初見じゃないねんけど、初見じゃないっていうか別にストーリーはないからいいけど、なんかまた別のこと考えて、前に上げた動画の続きからしようかなと思って、もうちょっと進んじゃってるから、そこの部分もう一回立てなあかんかなとか思ってんだよね。大腸モリーさんはこうへんよ。大腸は大丈夫やけど、オズさんが体調悪くなったのはね、理由っていうのはね、お医者さんに見せると一応季節の変わり目で起こりやすいってことなんですけど、まず一つ膀胱炎で、ね、膀胱炎が あいつ、まあ、しょんべんあたりが、まあ、去勢もしないしかかりやすい。でもう一つは、まあ、目とか、あいつもちっちゃい頃から目とか弱いんですよ。もともと皮膚のその心筋にかかっ、まあ、カビみたいなのが生えたりするんですけど、そういうのにかかったりしてるっていうことで、まあ、もう売れないっていう、だからもう値段も安い、もう保険証に持っていかれるみたいな状況だったので、私は買ったのが。だからあんまり体は強くないんですけど、そこの部分の目のやつがちょっと再発みたいな形で、点滴ね、まあ、点眼かな、そういうのをやったりとかね。だからね、別にそんな別に死ぬとかそういうことじゃないけどね、まあでも休むっていうつもりはあんまりないけどね、私は。そうそう、ハゲ散らかした後にそう膀胱炎だったね。まあ本当にだからね、この5月6月っていうのはね、至難の時でしたね、私は。でもまあそれをこうマリオメーカーとかね、あと何よりも助かったもうフィル・ジョーンズですね。まあ私の動画の話ばし申し訳ないけど、本当に申し訳ないけどね、生放送やからみんなと喋ってなんぼなんですけども、もうフィル・ジョーンズ物語には本当に助けられましたね。あのゲームと、まあクッキングシミュレーターかな、本当に。あ、俺やりたいことやってんだって思うもんね。まあ、だからこういう活動してたらどうしても義務感出てきちゃう時あるじゃないですか。でもあれはなかなか本当にね、自分としてはこんなくだらん動画よう作ったなと思うもんね。なんか助けて救われたなっていう気はしてますよ、ここ最近はね。っていう感じです。まあ精神的に障害を抱えてますけどね、あの経験はどう考えても。はい、明日は仕事じゃないです。はい、明日は仕事じゃないんで、まあちょっと出かけようかなとは思ってますけどね、どっかに。まあ、右に回りますとかのやつやろ。そうそう。疲れたっていうところのテンプレートができるまでがなかなかね、あれ難しいね、いつもね。でも皆さんもあれでしょ、やっぱりここ夏になってくると出かけたりとかするでしょ。だってもう7月11日って夏休みもう入るやろ、そろそろ7月末ぐらいに。だからもうテストあって、テスト期間とかちゃいますん。ほんで最終的にあれでしょ、8月なんてもうまるまる暑いのな、なんかもうは車何キロ走った、車な何キロ、300キロぐらいちゃうかな、多分走って300キロか200キロぐらいと、200キロ走ってる方かな。ビリヤード場に行く時だけしかやってなかったんですけど、行けなくなったから、行けなくなったっていうか、行ってる場合じゃなくなったっていうのもあるから、病院とか行っててね、オセロの。だから、まあ、最近乗ってないけど、200キロか300キロぐらいじゃないかな。全然乗ってない、俺。僕夏4はやる。僕夏4だけは少なからずやる、絶対。で、できればやけど、僕夏4のみならず、なんかちょっとね、夏感じられるようなゲームというわけじゃないですけど、やろうかなって思ってますよ。まあ、ちょっと何日か続くようなゲーム。あと、感動系。やっぱ年いって涙もろになってきましたから、なんかこうデトロイトみたいな、ああいうちょっとシリアスな感動系のやつ、みんなでバーってやって、でみんなでこううわーわー言ってやって、最後終わった時に泣こうやっていう、そういうのものすごく楽しそうじゃないですか。ちょうど右側にね、青色のブルーハワイのね飲み物置いといて、風鈴がジリンジリンってなる中、ゴザ引いて、ちょっと黒の洗濯機じゃ扇風機をバーって流しながら、暑いのって言うて頭にタオル巻きながら、もうあれがやっぱ最高ですよ、夏の。自由だってあったな。そう自由だのやつ、ね、牧場物語ね。そうなのよ、牧場物語で言うとそれもなんですけどね、新しいの出るんですよね確か、牧場物語。俺
のび僕ドラえもんのび太との牧場物語ってあるでしょ、あれ撮ったんですよ。え、俺これ言ったっけ、俺これ撮ったんですよ、実況動画撮りました、2週間ぐらい前に。はい、で撮りまして、言ったかこれ言ったか、まあ結局はどうなったかっていうと、あれ撮って、ほんで1時間分ぐらいかな、1時間半分ぐらいかなの動画になったんですよ。1時間半の動画になりました。そのね、1時間半 の動画の、あのね、ドラえもんのび太の牧場物語って何も別に悪いことはないんだけど、逆に言うと親切すぎるの、モンスターピアレンツに向かって作ってるって感じだね。なんかめっちゃ説明が一個一個してくれんねん。で、もう一個一個してくれて、チュートリアルが終わるまでにほんまに1時間から1時間半かかんねん。そのチュートリアルの間に普通にドラえもん流れんねん。で、このドラえもんが流れる現象はこれ YouTube 的にはアウトなわけな。もちろんそのだってドラえもんが映、ドラえもんが映るっていうか、なんかシャララランダが流れてるから、だからそのシャララランダ僕のが流れてしまうと、もうそこでまず弾かれてしまうから一回。でもそこ切ったら話おかしになるから、なんでドラえもんが今ここにいるのかがわからんなるからっていうややこしいことになって、まあいいや、そこ切ったらいいやと思ってやっててんけど、チュートリアルが1時間と、でもどうするんだということで、で、まあずっと置いてあるっていうことですね。だから俺が歌おうかな最初思って、最初シャラララララ僕のとか言って、ちょっとまあそれは無理があるかなと思ってね。うん、 VR のホラーはねせえへんのちゃうかな。 VR のホラーせえへんっていうか、 VR をねする設備がめんどくさいっていうかな。まあ一応置いてあるんですけど、なかなかやっぱり VR のやつってね、あとはね、あんまりこう持ってない人には興味がないというかな、 VR ってとっつきにくいよね、正直。画面ブレブレにブレるし、それがちょっとあれかなと思って。でもなんか実写撮れたら面白いなとは思うんだけどな。今実写撮れたらもう完全に別の実況じゃなく実写で何かするっていうのができればなんかしたいなとは思ってるんですけどね。企画というかしたいことがあれば、これこの何かをしてみたがあれば、したいなと思うんですけどね。そんなにないんですよね。企画案件の時とか、まあ企画案件の時はでもゲームじゃない、結局はゲームじゃない、なんかこう普通に何かしてメントスコーラみたいな、メントスにコーラ入れるとやばすぎたみたいな、しようかな。じゃあ俺絶対見えへんやろ。じゃ自分らほんとさ、そういう時だけよいしょよいしょするやん。なんかほんまそれ悪い癖やで、みんななんか ASMR やったえ ASMR やったえとか絶対言うやん、みんな言うねん、言うだけ言うねん。でやったら絶対見えへんね、自分ら明日見よっかなとか言うねん、ツイッターで絶対言う、絶対言う、今もう風呂入ったから明日見よっととか言って絶対言う、ツイッターで。マジやめてほしい、そういうの。コーラにメントスでもメントスにコーラでも言えないか、別に順番はどっちでも一緒じゃ、もう結果はメントスを入れたコーラの瓶にコーラ入れてもええやないか、ほな。それでもそうやったら逆になるか、ほんだそうやったら新しいなるか、逆にメントスにコーラを入れてみた逆にタイトル逆にメントスにコーラ入れてみたどうなるかみたいな、めっちゃいいんちゃう。だってコーラにメントス入れてどうなるのかみんな知ってんねんもん、そんなもん。そんなことはもう入れやってるやつがいるんだから、違うね俺は逆の発想をしてるから。楽しみやな、絶対ほんで見えへん、お前らもう目に見えて分かってる、絶対見えへんね。もういつもほんで YouTube の動画のアナリティクス見たら絶望すんねん俺、そういう時これやってみようみたいな。俺知ってるよってのに、お前こう結果知ってんの、お前唯一知ってるやつだね。じゃあメンツにコーラを入れるやつの結果をして、お前すごいわ、お前よくだからあれできる、会社建てれるわ多分、そういう逆の発想できるってことは。ええー、なぁ、 ASMR なんかだ、何の ASMR すんのよ。じゃあだデヴィ夫人は何の ASMR をしたのよ、逆に何ができん、何噛めんのよ、自分の歯か、ほんまに自分の歯ちゃうんか、水溜りボンドがやってたん、何メントスにコーラを入れてみたって何俺と同じ頭脳してんのか、メントスにコーラを入れようっていうのがただ楽しいって思ったんか、コーラにメントスを入れたんじゃないのか。デヴィ夫人は何、鰹節削ってたん歯でラッタ
ラッタやんじゃん。え、何か歯でこうハーって やって食べたん。そんなピシャ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 もならん。どんな音なんねんそれ。なんかあれか、その咀嚼じゃないんか。じゃあもうかつお節を作るってことか。作ってみたってことか。カンナみたいなこと。じゃあ、え、分からん。今回は抜群だじゃなくてどういうことなんやろ。 ASMR なんかでもやったって。どう見んの、何をどう撮ればいいの。やった、機材を集めますやん。で、動画の最初どうしたらいいの。はい、じゃあ今日はキーボードの、ASMR を皆さんにお送りします。ゆっくり聞いていてください、どうぞって言って俺 ASMR すんの。それが分からへんけど、それエンターテイメントになるか。それはみんななんかもっとこうないんか。笑えるか、まずそれ聞いて。それどう、何を楽しみたいに、それを見て。で、なんかだからもうある意味だから ASMR みたいなもんやんか。私が喋ってるって、この喋るという声を聞いてみんなは何かこうあれやろ、どっか耳の細胞が湧き上がってるわけやんかっていうことやんか。その ASMR を聞いてあなたの耳の細胞が歓喜しますかって俺は逆に聞きたいねんな。なんかその結局 ASMR をやってる俺をどうとかってことでしょ皆さんは。何の ASMR やったら俺できるやろ。俺のでも家のちょうど中心に当たるフローリングのとこイーって言うけど、それだけとかやったらできるで。何回か踏む、あ、もう3回ぐらい。あ、そんなんぶっちゃけた話、あんなさ、何やったっけ、トッポギやっけ、何や忘れた、なんかサクサクなる食べ物あるやん、あれ。ああ、ガシン食べて、なんかガリガリガリって食うてんの、あんな1本食うたやつ、ループさせたらええんちゃうんか、あんな 5分で1本食うて、5分って回したら耳わからんなるんちゃうんか、もう。食べてんのかどうかも、もう、耳いかれててまうぞ、お前、もう。そんな、ずーっと、なんか、ようわからんサクサクのもん食うてるの、ずっと耳ブクーって聞いて、どういかせんねん、お前の人生に、逆に。何がた、で、ガリガリ君、じゃガリガリ君食うやん、じゃあ俺。ガリガリ君、俺、食います。ね、あ、もう、僕はあんま、もう、嫌いです、ガリガリ君とか。てか、まあ、冷たいもの噛むっていうのはあんま好きじゃないですけど。食べます、もぐもぐもぐ。食べます、もぐもぐもぐって聞いて、どうすんの。よっしゃ、明日頑張ろうってなの、みんなは。ねんの人が、必死な思いで俺ガリガリ君食うてんのにねんの。信じられへん、その感覚が。なんでそんなことができんの、逆に。もうそれが分からへんわ。え、なんかもうちょっとこう湧き上がることにしや、せめてなんかこう聞き入るようなことにやったら。いや、そんなんやったらでも落語とかの方が聞いてる方がええて。まだお経とか、あ、ここ今何妙の妙来た妙とか言って聞いてる方がいいって絶対。何言ってか分からへんやん、あれ。あれ、正直あの本がなかったら誰が何言ってても分からへんやん、正直。やけどあの本見て追って見てる方がいいってまだと思うねんけどな。くしゃみ600連発とかで集めるじゃん。くしゃみ600連発、普段のくしゃみ600連発って言うて、一日なんとか、あの、小よりやっけ、なんかバーって作って、こう、ビャーって、頭、鼻にビャーって入れて、10発ずつ貯めて、なんとか6日間で600連発。6日間やったら60か。60日間やん。普通、2ヶ月や。2ヶ月のくしゃみを。いや、でもそれは悪い。俺もバリエーションいくで。ハクション!ハクション!そんなわけないやん。ハクション!ハクションじゃこら!とか言って、2発目から、3発目からって。もうどんどん自分のくしゃみの限界を超えていこうという、くしゃみの幅をって言って、俺それでてよかな、マネの虎。くしゃみの世界を広げたいんですって。パーン、1800万円を希望しますって書いてて、パーン、ドゥル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 とか言って出てくるやつ、分からへんな。ごめん、分からへんな、みんな、ごめんごめん。楽しいのおじさんだけ、ほんま、ごめんごめん。マネの虎分からへんと思うわ。なんかあんねん、そういうのが。最初に1800万円お願いします、くしゃみで世界を変えますって書いた時、真っ黒になってこうタイトル出てきて、大事故大事故とか言って言うねん。分からへんな、ごめん。のまででフィニッシュですの時の、そのなんかキラ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 って音なんねん。ほんでせね、古いねんな、マネの虎。今してないよ。
マネの虎は今してないけど、なんかたんまに動画で見ね、昔のマネの虎めっちゃ面白いね。そのマネの虎側のやつほとんど死んでるからな、死んでるっていうかもう自己破産とかしてるから何が楽しくても何が正しいのかが分からへん、もうどっち側に立ってる、何がどう正しいのかがもうむちゃくちゃ、うん、もうバタコさんの真似はできん。バタコさんの真似なんかしたことあった俺。アンパンマン、アンパンマンできひんわ俺。バタコさんの、バタコさんと俺会うたことないもんだって。実際他はあるけど、まだ釜飯丼とかはほんま3日前ぐらいに会うたけど俺やけど、あかんわ。その会うたことない人のモノマネしろって言われてもな、なんか人隣が分からへんからな。バタコさんの、バタコさんの人隣っていうかもう頭が長すぎるからな、まずと思うけどな。あれ寝るときとか大変やでお前俺らの枕って横長やん。バタコの枕は縦長って言われてるからな。ほんまほんま、バタコ頭が長すぎて、あれもうパンパン入ってんじゃん、あれだってバタコは悪い飯作らへんのに、バタコさんって飯作らへんねん。ジャムおじさんが作ってるから。だからバタコさんはコック帽をかぶる必要ないねん。あなたはコックじゃないから。やけどバタコさんはあれかぶってんの、あれ実は頭パンパンな、あの頭を隠してんねん。あいつパンパンやねん頭。だからあれパンで取るやん、家帰ったら、あー疲れたって言って、でもう髪の毛とか洗うのももう15分ぐらいかかんの。でバーって洗って、で最後全部ドライヤーでうーわー乾かして、んでもう最終的に横寝る時とかはもうほとんど行くって聞いてるよ俺。枕がもうほんますっごい長いって言って大変やって言って聞いてるもん俺。おうん、せやろ、せやねん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 。うん、まだこさん美人では、うん、そうやな、まあ、美人とかって言うたらな、まあそれはもう何でもそうやけど、それはもうまずアンパンマンの世界に美人は存在せえへんよ、うん、メロンパンナちゃんが芸能人で一番誰に似てるって言って、多分出てくる一番似てる人ってケン・ナオコさんやからな言い出したら多分似てるって人はなかなかいないと思うよ。基本的にはドラえもんもよくよく考えてみたら、もう顔のパーツが集まりすぎやろ真ん中に。すごいであれ、もう人口密度で言うとあれ東京やで、あれドラえもんの顔のパースなんかもう東京やで。あの目目鼻がもう一つやもん、もうな。だそう考えたらいいヒンって、アニメの中ではなかなか。いや峰藤子ちゃんはいいな。アニメの中でもうせーのって言われて、アニメとか漫画のザ・ヒロインはって言われたら、これ多分人出ると思うで。誰を出すか、もう本当にヒロインやで。あのなんていうかな、そういう女の子のばっかり出てくるアニメのでもいいけど、その中でもヒロインというやつを選んでほしい。その女可愛かったらいいとかじゃなくて、こうヒロインという、そう静香ちゃんとか、そうそう南ちゃんとか、そう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 、そこで俺は出ると思うね、年齢の差が。あ静香ちゃんとか多いな。俺はでも峰藤子かなと思ってる、それがもう完全にヒロインやなって。峰藤子に勝ってるやつはいいひんやなっていう。南ちゃんは分からへんけど、なんかマドンナって感じが俺の中ではせえへんだよな。もうちょっとこうなんていうかな、でも本当に純粋なっていう感じがするね。あの子は、あの子はもう大きなったらあかんと思うね、あれ以上に。あサザエさんサザエさんエグいな。あー ラムちゃんラムちゃんもまあいいんちゃう。まあいいけど、でもまあヒロインかな、どうやろな。猫とかでいい。タマちゃんって、タマちゃんって何あれ、タマってあれメスなん、あいつ一応。あメスなんかタマって。あナウシカな。ワカメはないやろ。ワカメなんかお前四六時中パンツ見てねえ、あいつもう女性を捨ててるもんな、あの髪型で。あれ一説にはあのカツオとワカメは同じ人間なんじゃないかとまで言われてるからな。一説にはあれ髪の毛を、ワカメの髪の毛をそのカツオがかぶるとワカメになるんじゃないかとまで言われてるからな。てかもう女とかじゃそういうものではないから、もう四六時中パンツ見せて走ってんねん、もう。まあある意味そういう意味で言えばまあ女性なのかもしれないけどね。うん、あミサエな、あねねちゃんか。ねねねって言うやつやろ。なんなんなんのって言ってな、あのすごいな、ママごとな。あの子が嫁さんとかになったらどうなんねやろな。本当にきっちりきっちり
家系図作るやろな。多分家系図ちゃうわ、家系図って、あの家計簿つけるやろな、ねねちゃん。でもああいう子はいい嫁さんになると思うよ俺。ねねちゃんみたいな子は、俺も小さい頃ママごと好きやったもん。でこれよ今な、大丈夫だから。ねねちゃんはあんずるな。ねねちゃんは必ず道は開かれるから。もう小さい頃にやっぱママごとだから、ママごとって言うたらもう何そんな、うわー、なんか女の子がやるめめしいなんかことを男やのにしてたんや思うやろ。ちゃうで、そういうのじゃない、ある意味でやで。さ、ママごとっていう名前がだから俺はそうさせてると思う。もうそんなんじゃないねん、なんかなんていうかな、もうちょっとこう、あれはあくまで未来へのというか、うん、名前つけるとしたらなんやろな、家庭の模擬試験みたいなもんやからな。だから模擬テストみたいなことしてるわけやからな。だから家族活動かな。うん、事前家族活動をしてたってことやな俺は。うん、だから逆に言うと、その事前にもし家庭を持った場合、男のとしての責任はどこに存在するかっていうことを常に考える。やっぱりまずは子供の命であろうとでその次にこれはもう飯を食って生かすことであろうと、そういう風な順序を小さい頃から叩き込んでるってことやから、それも全然違うから。普通のそんな、なんかもうすでに切れてる桃みたいな、なんかトマトとかをなんかようわからへん親指ぐらいの包丁でバンってやって、あ切れたとか、そんなんちゃうか俺がやってんのは。全然違う、事務員みたいなことしたから俺は。養わせること、養うことやな。よしこちゃんだな、よしこちゃんだなってどういうことやろう。まあでも私はそういうのしてましたよ。私そんなのしてたし、ちっちゃい頃にものすごく大きい亀のぬいぐるみを持ってましたからね。それが物心ついた時には本当に、だから亀に対しての思い入れは強いんですよ私は。亀のね、ぬいぐるみっていうかクッションみたいな、なんか大きい、俺からしたら大きかったけど今からしたらどれぐらい、キーボードぐらいの大きさかな、結構でかいね。でもそれを、うん、俺は友達やと思ってたから、うん、俺の家にいる友達やと思ってたから小さい頃は。だからぜひ亀には優しくしてほしいなと思う。それのそんな亀にのこのこっていう名前なんかつけられた日にはこっちも黙ってられへんやろ。悪いけどパタパタはまだしもなあと思わへん。なんかもっとふざけた名前のやつがいいのかな。あのほんでモグラはなんていう名前な、ピャって下からピャって出てきて、下からピャって出てくるのはいいけど、なんか工具放り投げてくれって言うやろ、めっちゃ腹立ってくんねん。なんでそんなことされなあかんねんやろと俺思うねんけど、ぶっちゃけワイワイ早稲田卒って、マジなんていうか、まあ考えたらわかると思う チョロプーじゃない、チョロプーは食べ物やと思う。うん、でじゃあ違うと思う、ごめんそれは違うと思うわ。あ、ちゃうわ、それチュロッキーか。あ、食べ物はチュロッキーや、せやせや、ごめんごめん間違えた、チュロッポーや、チュロッキーやっけ。なんでもええわ、もうなんでもええわ。なんか流行ったんや、蜂蜜チュロッキーか蜂蜜チェロッキーか、なんか忘れたよ名前も。あのなんかグニャー曲げられて、もう無理くりなんかナイロンの袋にビャー入れられてコンビニで売ってるやつ。あ、流行った、チュロス、チュロッキーでええやないか、もう別にチュロスって、え、なに、チュロスかチュロッキーか話し合うか、ほんなら差しで勝負する、チュロスかチュロッキーか。いや、チュロッキーって言うたって、いや、うちはチュロッキー言うた、奈良はチュロッキー言いました。いや絶対チュロッキーって言うたよな。いや、何それでもまだチュロスで来るの自分ら、ほんまどんでん返し食らうで。チュロッキーゲームするじゃん、チュロッキーかチュロ、いや絶対チュロッキーやって。それはなんかあれやろ、ディズニーランドとかに行った時の話ちゃうん。ディズニーランドに行って食べるやつはチュロスっていう言うだけで、チュロッキーわらわらじゃないねって。うーわ、めっちゃバカにされてる。これはもう暑くなってきた、俺悪いけど、この夏一番の暑さかもしれん俺。いやチュロッキーやって、いや絶対チュロッキー、チェロッキーか。え、チュロッキーってなんやねん、じゃあ一体、じゃあ俺の知ってるチュロッキーは何なん、偽物やとでも言うの、じゃあ奈良のあれはえ、だって、いやチュロッキーやって、うわほんま信じられへんわ自分ら。その俺をバカだと見込んで、そのそっち側にいるやろお前。いやもうええわ、じゃあ
じゃあもうええわ、100歩譲ってチュロスやとするわ。じゃあ分かった分かった、もう100歩譲って、もうはいすいませんでした、じゃあおじさんね、おじさん大人やのにそんなね厳しいこと言うてすいませんでしたね、みんなのチュロッキーじゃないでですね、チュロスが正しいんじゃないかな、もうそれでいいですね、すいません、ほんと申し訳ない、本当にね、おじさん我慢強い人じゃないから。チュロッキーって俺は言うてるけどね、うん、あ、でもさ、そのあれやねやろ、チョロプやっけ、チェロピーなんか分からんけど、そのモグラのことを、モグラなんで、じゃあモグラのことをチェロピーかチョロキューかなんか分からんけど、そういう名前にすんのかが俺には分からへんね。他にもいるでしょ、あの俺一個さ、これは明確な答えがあると思うんだけど、クッパっていうのはもともと何なん、それがめっちゃ気になってんねん俺。次回の動画で私クッパにものすごく消えることとなるんですけど、あのもともとクッパって何なんだと。だってあれはまあどう見ても甲羅をかぶってますし、いやあれはカメなん、いや違うやろ、カメなんあれは、え、あれカメか、ああなったん、カメの親玉なんあれ、あそうか、カメなんや、だからやわ、だからつながるわ、だからそうそう、ノコ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 の中で一番最強のやつなんや、それがクッパなんや、あのノコノコの滑る長なんや、だからあの魔法使いのやつとかも一応カメカメックみたいな名前やねや、あれカメの要素一切ないのに、ああそうなんや、そういうことやんなっていうことじゃないの、カメじゃないの、カメの親玉っていうことでっていうことなんじゃないの、まあカメどうしても、でもカメって言うて、あそうですねってならんけどな正直、ってことはそうや、ジュゲームもカメってことなんの、あれジュゲームがカメとか言い出した日にはもう世の中のほとんどのものがカメになるで、じゃあで、あのクリはなんなん、なんでクリは歩いてんの、なんでよりにもよってクリなんもっと他のリンゴとかの方がよくない、まだいや、なんか転がすんやったら、ね、おにぎりとかな、同じ形で、あの形が良かったやったら、まだおにぎりでや、クリでしかもやで、あんなにさ、あんなに攻撃されんのにさ、あの意外が、唯一自分の体を守る意外がを一切身につけてへんクリやで、一番弱いの、かわいそうでならん俺は。クリっていうのは中は確かにあんなものなんです、その中のクリの部分を食べさせることによって、まあだから食べさせるというか、あれはタレですから、あくまでだからその下に置きたいかゆえに守ってんねん、すごい守ってんねん、ほんまは優しいやつやなの、ほんまは優しいねんけど、外身をあのイガイガにウニみたいにウガイガにすることによって、害虫からというか、まあその鳥とかからつつかれたりせえんように、一生懸命やってきた、そこを描かへんねや、じゃなくて落ちて割れてのクリなんや。もう一個いるやろ、甘栗みたいなやつ、甘栗みたいなやつもな、俺あんま好きじゃないね。あの、なんかいんねん。なんかな、ちょっと同じような形じゃなくて、色合いが違うの。ちょっと艶やかなやつがいんねん。その艶やかな甘栗の、なんで栗のバリエーションを増やしてきたんやろうなって俺は思う。キノコ？え、クリボーってキノコなの？クリボーって、それはちょっと。やっちゃったな、それは。え、ほんまに言うてんの？え、イガクリボーはいいんやろ？イガクリボーって名前のやつがいいんやろ？クリボーはキノコってどういうこと？なんなんそれ、お前。え、なにそのみんな、なに喧嘩したいの今日みんな。喧嘩、え、それ、なん、言うたもん勝ち？ここ。言うたもん勝ちの世界、ここ。え、どういうことキノコって。じゃあ、クリボーって名前つけんねやって話じゃない？キノコの方がよくないじゃん。キノボーの方がいいやん。うせやん。キノコなん？キノピオの連れやったわけ？じゃあ裏切り者ってこと？キノピオの裏切り者ってこと？あいつ、え、クリキノコカメなん？クリキノコカメってお前任天堂やっちゃったな、その組み合わせ。これお前時間が、お前これ9時やったらこの放送はできてないんちゃうかとまで言えるで、お前任天堂よく売れましたね、任天堂さん。びっくりしちゃうな、それはダメだよ。いや
あれはでもキノコって言われたらもうちょっと俺全ての概念が狂うわ。じゃあ俺ほんまに申し訳ないけど全てが狂ってくるわ。俺が今までじゃあ、あのたこ焼きは何なんじゃ、あのたこ焼きやって言うてたやつは何なんやねん。じゃああれはむちゃくちゃやないか。ジュゲームがカメっていうのも俺信じられへんもん、正直信じられへんっていうか納得いかへんよな。説明してほしいよな。お、なんか書いてる。任天堂スーパーマリオブラザーズ、最初に遭遇する敵といえばクリボーですが、その正体が意外だと話題になっています。その形や色、名前からしてクリがモチーフになっているのではないかと思いきや、任天堂に確認するとシイタケとの回答が公式ホームページには7月に亡くなった岩田さんが開発者から知らされて驚く様子が記されています。シイタケ何それ、なんでなの、なんで椎茸を用意したんじゃ。むちゃくちゃやな、ようそんなことしたな。開発です、だからもうその岩田さんが死んでる、亡くなってるってことはもう開発者の人も亡くなってるってことやろ。もう全てはもう藪の中ってことやろ。それはもう困ったものやな。置いていかれてもな、その話だけ。しめじかと思った、じゃあしめじ出せよな、思わへん。いや俺は好きやから、えのきとか出してくれよな。じゃあえのきちょっとだから細長くって、もうほんまあの二段ジャンプしてへんかったら無理ぐらいの、めっちゃ上の方にじゃないとジャンプじゃ倒せへん。しめじ、しめじっていうかまあなんていうかな、そういうえのきみたいなやつ。えのきはどうぎゅにゃんとして戦ってくるみたいな、でたまに群れたら一個のえのきになるみたいな、パッケージ化されるみたいな、そういうのやってほしいな。そうエリンギとか、もうボスはエリンギや、ボスエリンギ。だからエリンギは切っても切ってももうサクサクっていう感じが売り。だからちょうど合うんじゃない、あのクッパの後ろにある斧みたいなやつが、あれ最後パッてマリオがパッて踏んだらサクッて切られて、パーってパッカー割れて、半分でパッカー割れてその下のマグマで焼いてほしいで、本当に香ばしくなるまでエリンギ焼いて、それ食べてマンマミーヤ、それでしまえな、マンマミーヤボーノ、マンマビーヤボーノでマリオが終われて、じゃあマリオってでも話がまっとういくの。じゃあ、あ、そうかって、西洋の文化なんだ、だからパスタとかそういう意味合いでエリンギとかっていうものを調理する過程なんだこれはって、そこまで行ったら俺は、ああマンマミーヤだなって思う。だけれどもそんな急にマリオっていう名前でイッツミーマリオって言われて始まった思ったら、そんなん出てきたん、シイタケってシイタケってお前それな、トリュフとか出してくれよな。じゃあな、せめてなんか下から出てくるのはやっぱりモグラじゃなくてトリュフでやるべきよな。じゃあポーってもうすごいかぐわしい匂いでマリオが引きつけられんねん、こう前に行こうとしても後ろにうぐーってそトリュフうぐーって、だからなんとかスライスするしかない、マリオスライスって言うてさっ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 て来て、でちゃんとこう散りばめてあげんねん。そこらへんその時に出てくるんやから、カメじゃなくてあのカタツムリとかにして、でそのカタツムリバーってあの出てきたたんびに焼いてフライパンで、であのあれしたらええねんやな、トリュフちょっと上からファーファーってかけたりとかしたらええねんやな、全部そういう風にしていたりか、マリオが踏んだやつを左下のゲージみたいなの貯めていて、最終的にはミルフィーユになりますみたいなことにしたいねん。ミルフィーユにしてしまって最後でもトリュフ添えますみたいな感じで、で、あ、グレイツって言って、バーってポーフェクトって出てくるんで最後、それでええやん。そう、エスカルゴ、そうそう、エスカルゴやったらだってそぐうでしょ、そうやったらと思うんだけどな俺は。クッパ軍団、初期はカメ帝国とものボスキャラクター。ああ怪獣を思わせる姿をした巨大なカメで、黄色と緑色からなる皮膚と赤色のたてがみを持ち、甲羅には10本のトゲが、頭には鋭い角がついている、また側面にトゲがついている、黒い腕輪と首輪をはめている、直立二足歩行で歩くもうさ、もうここの部分以外はごめん、ここ切り取ったらもう亀ではないで、はっきり言うと。でこの巨大な亀でっていうところまでで多分亀の説明としては終わってると思う。こっから下はごめんやけど、亀のそれではないから、一個も色もちゃう、歩きもせん、火も不感な、トゲもない、すごいやん。あこ以降だからもう全部間違うてるもん、全て間違うた組み合わせを。やな、ウィキは便利やな、やっぱなんかそういうあれなんやろな。でもなんかもうそういう風にしてんだよ、ボルチーニ姫いいやつ、ボルチーニ姫救いに行く、あの切ったらタイヤみたいになるやつ、何あの切ったらタイヤ、あのピザに乗ってる切ったらタイヤになるやつ、あれを空中に置いといてほしい。ドーナツなんて空中に置くんじゃなくて、切ったらタイヤになるやつを空中に置いて、あれでビャンビャンってして殺されるんなら俺まだマシやわ、まだ本も
ポルチーニ姫救いに、あ、あれもオリーブ、オリーブ、そう、オリーブでいいわ。あれを空中にパッて置いて、あれビョンビョンってしたいわ。それ飛ばしてほしいわ、せめて俺な。俺はそう思うね、黒オリーブ、うん。マッシュルームもありやと思うよ。マッシュルームもありっていうか、もうだからそう、マッシュルームとかはあのあかんやつとか、だから毒キノコとか使ったらいいんじゃない。あかんキノコは、だからもう触れたらあかんみたいな、矢毒吹き返るみたいなもんや。そういうなんか当たってしまうだけでも死んじゃうんだ、まマリオがっていうか、笑い浄土になってしまうみたいな。もうそれ当たったらもうはーって笑って、あーって笑いながら死んでいくみたいな、そういうちゃんとマリオが死ぬところも俺は見せてほしいと思う。あのテレッテテ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 ってこうバーって当たって、テレッテテ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 、ここを見せてほしい俺は。ここどうなってんのか思わへん。俺らはここまでしか見れへん。このここはでこうなと、ここを見たいよ、これここやっぱ俺はそれをいつも気にしてんねんな。そこを見せずにして気を減らされてもって、もしかしたらこうなってこう言ってるかもしれない。またそうやろ、こう言ってこう言ってるかもしれない。それだ、信用できひんから俺は彼を。どうぞ。マリオもだから配管工とか言ってもう意味わからない。そんなお前一回もまず配管工の人の方が少ないやろ。もうちょっとなんかあるやろ、配管工って。お前、いやでもあの土管っていうシステムをこれグッ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 って入っていくっていうことやから、多分配管工やねんと思うね。あんで土管やから配管工にしといた方がいいんじゃないかっていう俺はことやと思うね。でもあいつは配管は直せへんけどな、悪いけど。うん、配管を直してるところは俺は見たことないからね。配管に騙されることはあっても見たことない。入ってんねんもん、あいつ入るもんじゃねえもん、配管って。悪いけど、ごめんけどね。水を通すとこやから、だから最終的にはバッて最後まで行って、だから亀なんやろ。だから亀とかがそういうキノコとかそういう湿気に強いやつがこういると、でタートルともしっかりな、亀とかそういうのはそういうのでバッバッて倒して、最後倒した時にここのレバーをガッと開けてバーって水流しましょう。んで全部水通った、あ、ここ漏れてた、てれってて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 やったらわかる、まだそうやったらわかる。結局あいつの目的っていうのはピーチ姫を救いに行くのか、配管を通すことなのかっていうとこやねんな俺は。だから配管工シミュレーターじゃないからね、あれは。そこがちょっとね、うん、どうかと思うね、俺は。ヨッシーは何ヨッシーは何何やろな、ヨッシーは。ヨッシーはもう恐竜でしかないと思うんだけど、まあ恐竜じゃないやろな。それなりに納得のいく説明が来るんでしょうね。と思うけどね。ああ、アメトークの話もそういや、だいぶでかなったな。だいぶ、大ごとになったな。闇営業っていうね、あれはすごいなと思いますけどね。すごいなっていうか、まあアメトークがねそれでも続けるって言って言わはったんでしょ確か。だからまあね、ただなんか一説にはガセじゃないかって言われてるけど、その背面で宮迫さんがそういうことを起こして、それ闇営業が話題になったっていうのがもしなかったら実現していたかもしれない話っていうか、ないかな。それが島田紳助復活説っていう、行列のできる法律相談所で島田紳助さんを招いて芸能界に復帰させるような話が裏では進行してたんじゃないかという。だけれどもあの闇営業問題で黒い世界とのつながりが浮き彫りになったらまずいから、まずいというか立ち位置的に段階あれやからって言って紳助さん亡くなったみたいな。まあほんまなんかとはなるけどね、もともとほんまなんかと、そんな急に復帰すんのかという話はなんねんけど、もしそうやったらって思うとな、確かにって思うけどな。まあ私としてはね、私は島田紳助さんをあれやから、好きなタイプの人ですから。ヘキサゴンやな、それはヘキサゴンなのかなヘキサゴンって言ってせやな、なんか言ってたよな、何のあんのルールいらんのにな、最後の一人だけヘキサゴンって言ってたよな、絶対いらんわ。んなんか書いてる、一族の総称やねんて。え、マリオシリーズに多く登場している亀族の一種、あれも亀っていうのもえ、そんなもうむちゃくちゃ言うたらあかんわ。カタツムリとナメクジ一緒にしてんで一緒やで、それあれ亀って言うたら。カメってあれな、甲羅は別に背負うてるんじゃなくて、カメはあの甲羅が背中やねんで。なんか別にあれはカメは何か中に入ってんじゃない、カタツムリは中に入っとるやないか、まあ、なんか入ってるわけじゃないけど繋がっとるかもしれへんけど、ナメクジが中から出てきそうなイメージはあるけれども、あいつらはそういうのじゃないかね、ヤドカリみたいなそういう感じじゃないから、あいつはもう全部でカメやねん。それを言い出したらもう
亀の裾野を広げすぎやわ。マリオはものすごく亀好きなんやな、逆に言うと。バイバイは何か背負うものはありますか？そうやね。まあ強いてあげると何でしょうね、日本中のこう、俺なんか生きてても、私なんて生きてたってっていう人たちに、こんなおじさんが生きているよっていうことによって、あ、僕の方がマシやって思わせるっていうのかな、うん、それがもう僕のあれかな、あ、僕の方がマシやっていう感じやな。背負い投げじゃないの、ほんまな、もう背負い投げとかもうほんま腹立ってくるんだよな、あれ。なんかもうバカにしてるように思うねんな。でも彼女って言ったらいいのか、彼と言ったらいいのか、あれも柔道してたんでしょうからね、言ったから。そうですね、私はやっぱりこうみんなの前ではこうやってバカしてますから、はい、本当はもうすごいからね、人間の中のほんまに、どう言ったらいいやろな、まあだから会社で例えたら一部上場の人間ですよ僕は。はい、一部上場の意味は分かってないですけど、うん、だからもう皆さんに見せてないこの一面だから、ワイワイさんじゃなくなった瞬間というかな、この放送パッて切ります。でふと我に返った時はもうほんまにすごいで、もうそれはなんて言うたら、どう表現したらいいかな、もう そこはもうならではないのかもしれないと思わせるほどの、うん、もうすごい、もうインテリアやし、インテリアちゃうわ、インテリアし、あれやで、真面目やし、生真面目やし、で、そう、あれやで、なんやろ、強いで、うん、で、エリート、そう、エリート、そうそうそう、エリート。まあ、でもそれをみんなには分からへんと思うね。みんなはその表面上でその僕が作った演技してる自分、僕を見てその笑ってくれるっていうのであれば、もう僕はもう本当に ありがたいなって思うツボやなっていう、まあ本当はねこういうこと言うべきじゃないんですけどね、うん、そう、インテリエリート、インテリエリートってねっていう会社立ててますから、はい、あの 株配布してますから、インテリエリート1株2万8000円で、はい、100株から買えます。インテリエリート株式会社っていうので、やってますね、いろいろ T シャツ売ったりしてますよ、はい、思いつく限りの T シャツ売ったりスピーカー作ったり、まあ最近ではお茶っ葉にも興味ありますね、うん、ゆくゆくは世界宇宙進出っても考えてるんですけどね、うん、まあ分からないでしょうけどね、皆さんには。まあそれは、まあだからもう僕は株公開、うん、公開っていうんですか、はい、公開してますね、公開してました、その一時期、はい、もう今はでももう非公開してます、はい。お茶っ葉って何って、お茶っ葉っていうのはもうそのお茶の葉じゃないですか、そのままじゃないですか。僕はお茶がやっぱ好きなんで、そのね、紅茶もお茶でしょ、だからやっぱ静岡とか、まあ宇治の方にちょっとね、そういう、いいお茶っ葉をね、うん、お茶っ葉を作ってくださいっていうような仕事をしてますね、はい。こんばんは。東証一部、対象一部は分からないんですけどね、まあ足して2部ってことでいいんじゃないですか、東証と対象足して2部ってことでいいんじゃないですか、そこもあんま僕も分からないですけど、どっちっていうのは僕はつけがたいです、僕それが一番嫌いです、僕の座右の銘はもうどっちかを選ぶな、どっちも選べですから、はい、っていうのがコンセプトです、ブランドコンセプトです、それが、はい、うちのインテリエリート株式会社のね、うん、なんでそこはちょっとわからないんですけど、ただもうその部分だけは絶対に、だからあれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたい、それがもうあれです、スローガンです、はい。これ考えたのうちだって言われて、初めて考えたのうちだって、その後にブルーハーツが出てきたって言われても、あれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたい、これがうちの会社のスローガンって言って、もうそれは明治の端くれからやってますからね、うちも、はい、自信持ってやってます、うちも、はい。人にうん、そう、本当にもう欲の塊みたいな、だからもうやれることやろうよっていう、生きてる時にはっていうね、ほっともっとしたいじゃない、ほっともっとしたいじゃないね、最近食べてないな、
ホット何やったっけあれ、弁当屋ホットやったっけ、何やったっけ、忘れた、なんかホット弁当やったっけ、何やったっけ、なちょっと言わんといて、ホット弁当じゃないね、なほかほか弁当や、ほかほか弁当食ってないわ、ほかほか弁当の唐揚げのやつつっきゃったな俺。唐揚げ弁当って一番うまいもんな、弁当の中で。弁当ランキングで言うたらほんまにもう常に今週も1位っていう感じやもんな。 言わしてもらうと、ほかほか弁当やっけ、ほかほか亭か、あ、ほかほか亭か、え、ほかほか弁当とほかほか亭はちゃうんか、そうか、それ好きですね私は。で、のり弁はね1位っていうか、そのまあ、金額的に買ってしまうっていうのはあります。でもやっぱ買えるならやっぱ唐揚げ弁当でしょうと。唐揚げ弁当は今週もやっぱ1位やし、1回なんかで抜かれたとしてももうまた翌週には唐揚げ弁当1位でしょうね。結局だから紅白出てきたら大トリはもうどう考えてももう唐揚げ弁当でしょうね。まあでちょっと若手ホープとかっていうところには高菜チャーハンが入ってくるでしょうね。高菜ご飯弁当が、あれもまたいいですよね。でまあお子さんに大人気ハンバーグ弁当、もうこういうのももうオリジン弁当はもう好きですよ。私はオリジン弁当も好きですよ。好きっていうかオリジン弁当でカウンターで買うことはないけど、なんかカウンターで買うっていうか、その頼んで弁当を買うっていうよりは、俺の場合はスーパーとかの中のオリジン弁当のおにぎりとかを買う。あれはもう好きやね。私は自炊はあんまりっていうか、まあ、最近はこそあんましないですね。コンビニで買うたりすることが多いかな。コンビニやな、8割コンビニやな。あーいいな、ふりかけとかも最近俺食うてないな。なんかふりかけってさ、正直小さい頃何も思わなかったけど、卵ふりかけってあるやん。でも卵の味はせえへん、言うたらせえへんやろ。なんやっけ、おかかやけど、なんかああいうのは美味しいねんけど、おかかかって思うよな。あれは卵のり玉っていうの、のり玉ふりかけ、あれがね、あ、ゆかりとか懐かしいな、あの紫のやつやろ、すごい紫のやつやろ、ご飯が、わかるわかるわかる。あ、卵かけご飯に、いや卵かけご飯に岩塩っていうか、あ、そうやな、俺 URL 前切ったのにな、なんか URL じゃないんかな、 HTTP で俺HTTP は NG 入れてるだけやねんはずやねんけど、こいつ HTTP、 あ、もうなんかこれ違うんじゃん、ちょっとお前なんでサッカーボールやねん、ほんでお前鬱陶しいの、お前サッカーを愚弄する気か、お前は一生懸命お前目の前に転がってるボール追いかけてる男の子、女の子でもええけど、もうそういう世界のスポーツにこびるやつ俺嫌いや。もっとカーリングとかやったら俺これ押したわ、俺みんなの前で押したと思う。カーリングやったあれ、あのカーリングのこのなんかボールがあこにこういう風なこっちに行くっていうのやったら俺押した。でもサッカーとかそういうなんかしょうもない、もうなんかもうこびてるやろサッカーに、もうそれがあかんねん。で押してくださいみたいな、サッカー好き押したらカモンみたいな、もうそういう感じがもう、まあ、もう向いてないと思う。お前は HTTPS を名乗るな、お前はちょっとバカにしてないよ。俺が唯一好きなスポーツサッカー、野球、ビリヤードぐらいじゃない？俺バスケ見れへんし、ルール分からへんから。だってバスケのさ、俺思うねんけどさ、あれバスケのさ、トラベリングって言って3歩歩いてあかんって言うやん。大体3歩以上歩いてへん。俺思うねんけど、大体3歩以上歩いてるよな。いつ見てもそう思うねん。もう7は歩いてるんちゃうって俺思うねん。なんか外人がさ、パッパってボール持って、もう持ったらさ、1回もバンってすることなく一挙あるやろ。ビョンビョン。タッ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 って普通に走ってもタッ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 てピョンって、ほんで最終的にザーって歩いてへんねんな、はいはい、歩いてへん歩いてへん、はいはいはい、あ、空中を歩いてんねんあれそんなややこしいことすんの空中を歩いているってあ、そうなん、実は、あ、だからエアジョーダンとか言うの、あ、そうなんや。俺最近エアジョーダンのさ、レプリカの復刻したエアジョーダンのやつ欲しいなと思ってたんですよ、まあ、ナイキのねジョーダンっていうのがあるんですけど、それのね赤い色のやつ欲しいなと思って探したら12万やったからね、めっちゃ高なってんなと思って。ジョーダン、まあもともと高いんでしょうけど12万すんねんで普通の靴に。エアフォースワンでも
ちょっとねレアなエアフォースワンとかやったらもう普通に14万とかするな。えぐいよな。靴好きな人はねもうやっぱ見ると思う。ナイキのアプリは入れてないけど余裕じゃんって。なんでお前、俺14万の靴履いてコンビニで買うた黒の T シャツ着て俺外出んの。うわすごい下にもうなんか持っていかれてるやん。もうねすごない逆になんかギューって下に寄ってない重力が。エアマックスはね私も持ってるんですけど、まあ靴って高いなあ。まあでも最近服買いたいな買いたいなと思ってんだけどな、買いたいなって思ってて買えへんでな、やっぱな。なかなかやっぱでもいやこれこうたらなーって思ってまうよね。あの時の気持ちを吹っ切るいい方法ってなんかあんのかな。俺なんかそれがないねんな。28万くらいの T シャツは28万くらいの T シャツはない。うん、それはない。俺は持ってない。28万の T シャツはセーターやろ多分。多分セーターやと思う。なんかね、まあこれ動画で出してるからな普通に。あのセーターなんかバスケのセーターあれが20何万かしたな。うん、ようあんなん買うたな俺。3円くらいの服なんかは俺は持ってない。持ってないというか買えるそういう中古のやつとか買ったことない。普通にでも部屋で着てんのはあのまあ差し入れでいただいたなんかパジャマとか、あのパジャマっていうかジェラピケのやつがなんか持ったことあるんですけど、夏やからそれ着たりとか、あとはもう普通にもう何もない時に着てんのはコンビニで買うほんま500円ぐらいの黒の T シャツに、なんか何す、まあ普通のスウェットのパンツ、しょうもないパンツを履いてる。常にずーっと履いてるよ。でもオセロの病院行く時もさ、俺の変に匂いが変わってしまうのもおかしいやん。そこだけなんか一丁前にカッコバーってつけて、例えばグッチで俺さグッチの服着て俺10位に行ったって知らないやろ。だからあの普通にいつも通りの服着てんねん。ってことはあんまり着る時ないってことやん結局。沖縄プロレスの服も着てるまだ。でもな腹出てきたからもう入らへんな。全部入らへんもう。何にお金使うの、何にお金使うってことないよ。だからほんまにでも敷いてあげたら服ぐらいじゃない。月に1回買わへんか買うかぐらいの服やと思う。俺だって一昨日ぐらいかな、夜の12時ぐらいになんか皆さんにどんな服を買ったらいい、今年の流行りは何なんっていう質問を受けたと仮定して4時ぐらいまで喋ってたの一人で。ずーっと12時から4時ぐらいまで喋ってた。ずーっとほんまひっきりね一人でな、ソファに座ってずーっと喋って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 、オセロは何してんやろこいつみたいな顔でずっと見ながらずーっと喋ってんの。ほんでずーっと4時ぐらいになった時には、実況者はどんなゲームをするべきかの話に変わってたね。うん、変わってた。なんかそこにこう行ってもうてん、ね、最後。ほんであこれ以上やったらあかんもう寝んなって思って、で寝て一人でやけど、まあ一人でなんか喋りやすいやんか。そりゃ二人で喋ったら向こうが喋るのまた長いやろだから考えてごらんじゃん普通にな。ものすごく合理的なこと言ってるで俺は。一人で喋ってたら自分が喋りたい時に喋りたいように喋りたいタイミングで喋れます。でも二人で喋ってたら相手が喋ってるのを聞かなきゃならないし、相手に聞かれたことを答えなきゃならないやろ。ほらじゃあ俺が喋って一人で喋ってようがマシじゃないかな。ほら合理的だ。ここやねん。これがうちのインテリエリート株式会社ではインテリエリートハーツ株式会社ではずっとそれをやってるから、うん、仕事それが8時間あったら4時間はそれしろっていう仕事してるね。みんな入ってきた前だから今年入ってきたその新入の子ももうほんまにあれやだからね、新入歓迎のあの話した時にはそこだけは大事にしといた方がいいよってワイワイさん言ってたよって言ってたよ。うちのその先輩になる子たちはもうほんまワイワイさんはそれだけはで言ってたよって言って、うん、てやね。今年の流行りはね、ない結局ないっていうかもう喋り出すとマジキリがないから俺は基本的に喋らないっていう。服の話しだしたらな、服好きなやつってなほんまな一生喋ってんねんって。ただ分かるやつは分かるって。だからみんなの好きなこと何じゃ。例えばみんなクイズ俺の得意なものやったら何なんか昨日テレビでやってたやろ。クイズ俺の得意なものやったとしたら何の議題やったら自分絶対答えられるっていう、その得意なものってあるやん。もうほんまに好きな、例えば
サスペンスが好きやったらサスペンスでもええわ、映画やったら映画でも、もうちょっと広すぎるけど、なんかバックトゥーザフューチャーとかでもいいね、別に映画やったらそういうのは、仮面ライダーでもそうそうでもいいし、相撲でもいいね、そういうのやったらもうずっと喋ってやるやろ。例えばベストバウトは何なのかとか、そういうことをずっと言えるやろ。 YouTube やったら別に YouTube でもええで、金儲けでもそうそういいし、全然グラビアアイドルでもいいし、そう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 。でここで言うべきやねん、アスカキララ、ここで言うべきやねん、アスカキララはお前一個遅いねん、いつも俺それ待ってんねんだから。なんでどうでもいい時にアスカキララばかり言ってて、お前ここでアスカキララ言わへんねん、お前はどうしてんねん、遅いわ。もうほんで来たわ、スターウォーズのとワイワイの間にスターアスカキララお前、あスターアスカキララお前スターアスカキララワイワイみたいになってるわお前、もうめちゃくちゃやないか、もう遅いねんそこで。いやそこでアスカキララ、アスカキララはあかんわって、そののやん、その今のやりとりやん、これやねん。だから4時間一人で喋ってんなっていうことやねん。なんやねんほんでお前、その字はひらがな大好きかお前は、何その左バーってグワーって同じような、ほんでお前3つに1つは同じかっていうぐらいのひらがなメイニアが現れたけどね。皆さんもあかん、もう今から俺またホラーゲームせなあかんのがもう難儀やな。あのみんな知らんやろ、もうねほんまに怖いっていう思う人はめっちゃ怖いねんで、ホラーゲームって。俺もな調子乗ったやな。いやいいんじゃないかって、ちょっとね去年のだから11月に上げてたんですよ、その去年の11月に上げたやつの、まあ拡張されたアップデートされた部分だから、まあ、やったことがあるものだから。でもなめたなあれな、今やってるとことかな、もう普通にな、なんかもうな首とかな、もうなすごいね、もうほんまあの1日経った後の鳥のニコゴリぐらい震えへんねんほんまにじゃあ俺の今これ言ってること分からへん人は見てほしい、次のビサギを。もうな首がニコゴリ振ってるみたいにくるるるって振んねん、もうランナー怖いね、普通にバッて立ってんの。もうで怖すぎたから休憩するって言って放送してんねん今。あの FNAF みたいなサクッとしたというか、はっきりとした切れ味のいいホラーってあるやろ、あ切れ味のいいホラーっていうのは、まあ確かにびっくりするから、そのびっくりを待ってしまうからちょっと怖いっていうのはもちろんあるのよ、常に怖いっていうのはあるけど、でも最悪の話ね、まあイヤホンつけへんかったらそんなに怖くないのよ。でもなほんまに雰囲気が怖いゲームっていうのはイヤホンつけへんでも怖いね、もうなすごいねマジで、音が鳴んでもそのなんていうかな、もうその世界に入っていってしまうんだ。最初の10分はもう慣れてるからいいねんけど、30分後ぐらいがいっちゃん怖いねん、もう耳に入ってくる音が全てもうそのゲームの音になってる。もうだからなんていうかな、もうイヤホンを抜いてももうその世界に入ってしまってしまう自分が、もうそれがすごい怖いねん。だからちょっと部屋見回してもいるんじゃないか、ちょっと風呂入ってもシャンプーできないとかなんねん。マリオメーカー、あマリオメーカーしてるっていうか、みんなでやるやつあったやろ、マリオメーカーって知ってる？あ PT と同じ、同じもうどっちっていうかもう同じぐらい怖い。もう一回その俺のなんていうの、物差しで測ったらもう物差しは超えてる、どっちも。だから分からん、もう測れへん俺には。でもあのなんていうかな、マリオメーカーで言うと、マリオメーカーでまあここめっちゃ細かいこと言わせてもらうけどね、マリオメーカーで通信で遊ぶっていう欄があるんやか。でその中で4人で遊んだりすることができるやつがあって、それを、まあ、次回入れてるんですよ。初めて入れてみたんですよ。まあすごい通信重かったけど、あ入れてみたって話は分かるんですけど、まあ通信で遊ぶっていう言葉は間違えてますけどねって俺は思うね、うん、通信では遊んでないから、俺はマリオメーカー2で遊んでるからね。マリオメーカー2でみんなと通信しながらプレイするということを遊んでいるわけだって、通信では遊んでない。それだけは一つちょっと言うとこうかなと思う。それだけあの先にね、あの動画には入れない。バイトやめてーって言ってるな。バイトな、そうやな、俺もやめたかったな、バイトな。バイトやめたかったっていうか、もうなんかやりたくないことをやってる時って一番嫌やな、別にバイトじゃなくてもと思うわ。あ前回の動画のリンク間違ってた、 ありがとうございます、それも直させていただきますね。で今日を機に生放送の再生リストを作ってほしいという声が非常に多いので、それもちょっとね久々に生放送したので、なんとか生放送の再生リストを作れればなという、でなんか言うて言ってくれたら全然、リサケの前回ね
もうだってマリオメーカー2っていう若年層の人も見るであろうっていう、だから一応タイトルとサムネイルは若年層も 見ましょうよっていうのにしてるけど、開いた瞬間もうちゃうもんな、何の意味もないよな。ああそうか、買わなあかんのか、なんか生放送のやつ、生放送のやつ買うというか、ちょっとだけあれなんかドラゴンクエストモンスターズ的なものもしたいなと思ってんねんけどな、ほんまはそのモンスターファームやるって言ってたでしょ、そういう感じのことちょっと連続で続いてやるやつ楽しいと思うねんな、掛け合わせていくのも楽しいし、まあ、ポケモンとかは分かりやすいんですけど、私ポケモンやったことないんですよ本当に、あの金銀と赤と緑と青しか、本当にエメラルドももう途中でやめてるんで、やめてるというか DS 貸して帰ってきてないんで、ずっと。そういうなんか続くけどポップなやつやりたいな、ちょっと新しく出るんやったら育成系な、そう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 、名前つけてさ、でなんかこうしょうもない名前つくやん、どうせなんかなんわからへん、情熱の犬とか、なんか情熱の犬っていう名前つけたとするやん、例えば一つのコラッタに、ほんでコラッタそれ育てて育てて、ほんでラッタになる瞬間とかはもうほんま涙出るんちゃうかと思うね俺、一生懸命な、一生懸命一番最初に俺も決めてんねん、だからもし仮に俺ポケモンするとしたら、一発目に出てきたポケモンはどんなポケモンであると絶対にそいつを捕まえて育てるって、一番最初に俺に向かってきたやつ、俺に勝てるって思って、いやポッポでもいいやん、コラッタでもいいし、なんかもうケムシみたいなやついるやん、あんなケムシみたいなやつでもよければ、なんか全然俺の知らんやつでもいいわ、なんでもいい、その俺にもう向かってきて勝てると思ったやつ、それを俺は絶対に無限にしたくない、その最初の初心を忘れたくないっていう、だからそいつを捕まえて、もうそいつがもう俺あのなんかアホみたいなアヒルいるやん、あのアホみたいなアヒル好きじゃないけど、 ああいうやつとかももう捕まえて、でそれで一緒に育っていこうや、お前と一緒に行こうや、だからもう最初のあのなんかもう不思議だねだの、人影だのなんだのって、あんなはもうペットショップで売ってるペットみたいなもんやから、だから俺はあれは相棒とは言わへん、ピカチュウなんて別に俺は興味ないね、どっちかっていうともうその最初に道で出会った縁やねん、もうそれを俺は大切にしたいよね、それで一緒に行きたいよね、うん、ほんだらやっと16ぐらいになった、レベルが16ぐらいの時にすんませんワイワイさんって、まあ申し訳ないんですけど、もし1個でも余ってたら僕に月の石くれませんかって多分言うてくると思うね、ちょっと待ってくれ、こっちも今生活いっぱいいっぱいやと、お前にその月の石あげられへんと、美味しい水で俺らも生きてんねやと、なミックス俺買える人もいるかもしれん、よそはやけども、俺はずっとそれでも美味しい水でなんとか生計立ててんねやと言う時もあるやん、我がマシンかほんまはこうてやりたいと、こうてやりたいけども、でも今は無理なんやと、どうしてもごめん無理なんや、もうちょっと我慢してくれへんか、わかりました、わいわいさんそうやねんったら僕いいっすって言うねん、ほなそれを待つねん、レベル16の時からずっと言っときよって、でもその次にどんどん新入りが入ってくんねん、どんどんイケイケの新入りが入ってくんねん、今ブームのぐわーなんとか伝説のなんとかとか、もう空飛んでんのか地に足つけてんのかわからへんやつとか、ぐわー出てくんねん、手6本あるとかなんかそんなん、ぐわー出てきて、自分はもしかしたらまだ得られるかもしれへんって、あの時に月の石もらってへんかったから僕得られるかもしれへん、でも俺は外さへん、ずっと外さへん、どんなやつが来ても最後の最後までなくさへん、それで最終的にレベル20、30なんてきた時にごめんね、やっと年収できた、月々貯金してきた、ずっと一生懸命月々貯金してきた、この10円10円食べてやっと月の石をお前にやれるわ、その時に進化した時もうみんな涙で画面が見えへんて、もうよかったやっと来たな、この時が、もうそれは夏の甲子園一つのもう大会が終わった、そのあの清々しさの全てが遅いよ、浜風が俺らを、心の浜風がふわで行くね、最後四天王かなんかにファッ出てきて、もう最後バーってもうほんま戦うわけやんか、もうそれこそ手が6本あるやつはなんかそういうこう細かい技してくるやつにはもう手の6本で殴れな、いっぱいバーって戦って最後なんかライバルみたいなやつと戦うときに出すね、実はうちの相棒っていうのはピカチュウでもないんだ、人影でもない、ゼニガメでもなければ不思議だねっていう二桁名前のやつでもないな、俺は実はこのコラッタやねんって言ってパッて出すねん、コラッタヒャーって、ほんなもう向こうギャラドスよな、出てくるの向こうギャラドスクワッてこう、もうそういうなところでもね、俺はもういい、そんなネズミがなあんなに勝てるわけないやないか、どういう動力で宙に浮いてんのかもわからへんやつが空を飛ぶとかしだして、もうそれをちょっと俺はね
あのなんかな、情熱の熱さでそう戦いたいみたいな。これあったら普通にレベルで進化するけどもな、うん、そりゃ困ったとか言って、お前自分でわ、お前向いてるわ実況者に。それで勝手に自分で言って自分で笑ってたやつ、お前実況者向いてる。そやろ、見たなったやろ、見たさしかないやろ今もう。めっちゃ見たさしかもうないやろやと思うわ。いけ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 。俺最近さ、パワプロの動画撮ってる時にさ、いけ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 って言うて、入れ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 入ったーって言った時に、脳の血管が切れるか、切れたかもしれへんっていうぐらい、もうギューなって失神しかけてん俺ほんまに。自分が喋りすぎて失神するっていう、ほんまね、年考えた方がいいわ俺。俺いつもそう思うわ。で、あ、なんかね、ほんまそうなりかけたのよ。あんまりにも熱く喋りすぎて、声出すわ、息出すわ、吸わへんまんま、ブワーっていけ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 って吸うたとき、もう脳に血液グッて溜まって、俺ほんま死ぬかと思った。でもあれで死んだらさ、もう俺呼べへんやん。110番も何も。もうしゃあないな、この時間からほら上げするしかないわな。ダーウィン賞取れそうやな。あ、ダーウィン賞ってわからんけど、あんのか、ないんちゃうか、まず。それで救急車運ばれたんじゃない救急車運ばれた時はあの普通に意識はあったから、俺自身の意識はあったから別に。そっから通院通院よ。まあまあ何かって変わってね、あんまりそういう言うべきもんじゃないかと思うけれども、まあ治ったから、治ったっていうか、まあ治るから。だから私はあれですけど、今こうやって喋ってられますけど、もうだからね、5月はね、ほんと5月っていうか5月の末かなぐらいからがね、ゲームソフトともね相性が合わんで何してもあかんかったな。逆に今考えてごらん、7月の頭フィル・ジョーンズであんなに一人で楽しんでられんでやったら、そりゃね、もう体調の問題やってと思うわ。体調良ければフィル・ジョーンズでも楽しくなんねんもん。お前あんなんやってんの俺だけやで、世界中で。絶対に売り上げお前目標達成できてへんわ、あんなもん俺しか買うてへんもん絶対。もう俺だけちゃう、あんな言うどんな、もう長く長くできんの。生放送中にプールの空気入れてて危なかった。ああ、それはまあ確かにしんどかったよ。でもしんどかったけど、まあほんまにあの、いけ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 って言ってる時はやばかったな。ほんまにやばかった。そういうゲームの方が生き生きしてる。なんかな、あのな、待たれるとプレッシャーを感じる。だからそのプレッシャーを感じると、こう、その、待たれるっていうか、別に声に上げなくても、再生されてるとか、まあそういったものでプレッシャーを感じるのよ。やっぱりやってる活動してるもん。そこで2人に分かれんの。1人は、よし、イケイケで行こうっていう。これ俺スーパースターやと思う。こういうやつ。なんかこう、自分が調子いい時に、調子いいことによってさらに調子良くなってっていう連鎖をずっとしていけるやつっていうのはすごいやん。一回もこう、なんていうかな、その、下を見ずに、その調子がいいことによって調子を良くしていけるやつっていうのはずーっと駆け上がっていく。まあ落ちんのも早いんだけど、一発屋とかはそうなってしまうから、バーンって落ちんのも早いと思うけど、でもぐーっと登っていく。俺は逆やねん。俺それ無理やねん。俺は期待されるとプレッシャーになってしまって、もっといいものをあげな、もっといいものをあげなになんねん。だからそうなった時にもう頭打ちがくんのよ。常に一応 100% で作ってるつもりやから。ほんだらさ、スクメカもそうなのよ。まあ思いのほか見られてしまうと短く終わってしまうっていう、これがね、私のあれなんですね。まあ良くないところというか、今までの活動で煮え切らんところなんですね。うん。どんなゲームをだから見る見やん、コメントがあるないとかじゃないんだけど、自分の中ではなんかそうなっていってしまう。だからできるだけコメントは見れるけど、再生数は見てないから俺。だから基本的にこう生放送してる時も視聴者数とか見てないから俺は。数見たらもうさ、狂うやろ自分が。だからなんかこうバーって。いいことになった時に良くなったり、あかんかってすごい気持ちが落ち込んだりってしたら失礼やんか、せっかくやってんのに。だからいつも通りもう60点でいいから60点ずーっとしとくっていう、まあ、これがね私が一番 31? 何が31やん、何がそんなに好きやねん31の。料理やるやつもね、そうやな、料理やるやつは、うん、そうやね、なんとか続かしたって感じ。あの時が一番しんどかったんちゃうかな、料理の前ぐらいが一番しんどかったんちゃうかな。そう、まあだからなんかいい気持ちで言うてくれてるんやと思うんだけどな、何人見てるよとか、生放送何人見てるよとかね、言うてくれるんやと思うんだけど、やねんけどなんかそう気にしてしまうな。だから基本的に生放送でゲームしないでしょ私。あんまりね、その数字にこう言ってしまうのよね。雑談してる方がもういいんじゃないかって、見られへん方が逆にいいんじゃないかぐらいの感じになるね。ロケットカーバルか、
カーバルはねやってないな。もうカーバルは一回手つけたけど、まあなんて言ったらいいかな、あれ剣士みたいなもんやと思うねんな。やりようによってはめちゃめちゃ化けると思うねんな、あのゲーム。それがね思いつかへんねんな、知識がなくなってしまってね。 RTS みたいなあんねん、なんかそういうメーターが RST やったかなんかそういうメーターとかを、ね、全部忘れてしまったよな。乙女心は複雑やねんね。こう見えてだから本当にね、あのよく言われるのはワイワイさんの動画とか生放送につくコメントと、ものすごい有名な人いるやん、ものすごい有名っていうのはそういうなんか生きてる人が多いとかじゃなくて、こう例えばチャンネル登録者数が300万人とか400万人とかいる人とか、まあ、100万人とかそういうレベルの人っていろんなこう世代の人たちが見てるわけよね。ほんなら動画につくコメントとかももう各層のものがあったりするとすっごい荒れるんやって。それを比べるとワイワイさんのところっていうのは全然なんかそういうやついいひんよねみたいな、いんねやろと思うんだけど、多分それは一番荒れてるやつ誰なんか多分俺やねやと思うな。多分一番俺が荒れてるから、だからみんなが別に荒れてるやつに荒れてもしゃないやんか。だから鬱陶しいやつに鬱陶しいっていうこと、だからデブにデブって言わないのと一緒よ。だからわざわざなんかそういうなんていうかな、こうな成り立ち方をしてんのかなみたいな、みんなの方が至極真っ当なのかななんて俺は思ったりしてるね。だから、あ、なんかそういう荒れてるとこ荒れてるらしいよ。私は知らんけどね、多分俺が一番荒れてるっていうか、まあでも一番庶民やと思うけどね。一番庶民的なことを考えると思うけどね。ヤクザに喧嘩を売るのはやばいって売ったことはないけど、別に俺は喧嘩を並ぶってるな。そうやな、そうやね。でもまあどうなんだろうな、そもそもやっぱりこう小さい子たちはどういうものを求めてんのかとか私も分からへんからね、小さくないから。どんな感じのやつを見てんだろうな。でも俺が絶対せえへんなと思ってるのは情報系なんですよ。例えば今日とかやったらこうなんかシャドーバーの新しいのが出たんでしょ、パックが。それで今日かどうか知らんけど、そのシャドーバーの新しいのが出たからそれをやって勝つとかっていう放送とか、やっぱその時めちゃめちゃ見られたりするわけじゃないですか。俺そういうのができひんねんな、こう臨機応変にこう合わす、なんか情報としても価値がある、ね、それはできへんね。私はもう全く価値がないことに価値があるっていうものしか作れへんね俺は。ワイワイのアンチはただのワイワイの話の種にしかならん。いや、ワイワイのアンチっていうか、アンチっていう言い方はもう俺あんましたくないけど、でもそのかもう関西弁でこんな喋り方してて声も高いし聞きにくい、早口だ、もう言い出したらきりないやん俺のあかんとこなんか。だからまあめちゃめちゃいるやろうし、まあめちゃめちゃ見られるとは思ってないからね、そもそも私は。あ、でも俺最近風邪ひかへんで、体全然弱ないよ、全然風邪ひかへんで。めっちゃ強なってると思う体、年いってから。ファイファン？あ、ファイナルファンタジー。俺ファイナルファンタジー俺やったことないの、一回も。一回もない。あ、なんか X みたいな、10やろあれ。あの X やったことある。なんかドッジボールしてたと思いがある。水の中でドッジボールしてるの好き。あれと、なんかロロノアゾロみたいなやつと、ん？ちゃうかった？で、なんか半分獣半分人間みたいな。それのやつしかやってないな。ちょっとやった。しかもそれクリアもしてないね、それ。ね、皆さんもガードマンとコラボし、ガードマンって何？え、そんなお前、俺何、ガードしてもらうってこと？俺が。そんな感じのこと形であった？今までコラボって。それは聞いたことないけど、ガードしてもらおうかな。俺もじゃあ。でもほんまの意味でさ、あの、トランプ大統領とかをさ、こう守る人いるやん。SP みたいな。スペシャル、何あれ SP って。スペシャルなんか分からんけど、あの SP とかって守ってるけどさ、ほんまに大統領が今、3秒前に撃ちますって言われて、防ぐ方法が自分の体しかなかったら、てみんなが、もう無視やで、みんながやったとしたら、バッて立つ？ほんまに3秒後に絶対に撃たれるって分かってんねん。防ぐ方法はもう自分の体しかない。大統領はそれを知らん。なんだらもう知ってんのは自分だけやねん。どうする？俺立たへんと思うな。俺無理やと思う。その大統領がすっごい好きなんやったら俺立つかもしれへんけど、逆にだから俺はさ、別にそんなお金なんかもらわへんかってもオセロやったら立つわけやんか。やけど全く知らん、しかも別に思い入れもない人に
いや仕事やからって立つ？で逆に俺多分な立たへんと思うな。仕事っていうことだけでは俺分かってたら無理やと思う。もう車内やん、撃たれた車内、もう撃たれて俺がたまたま流れ弾当たったらもう車内けど、俺絶対無理やと思うわ。もう分かってたら絶対無理やわ。もうできるだけ撃たれ自分が撃たれるような場所にはいるけど、でもそんな俺を撃つわけないやん、スナイパーも。逆に言うと俺がいるって分かってるとこ撃つわけないやんか。だから俺にはあんま当たらへんと。ちくわぶとちくわって何が違うの？まあ3文字と4文字ちゃうか。俺はちくわぶをあんま知らんからな。ちくわしか知らんから。ちくわぶって言うてるけど、あのマリオメーカーで知らんからなはっきり言うと、うん、申し訳ない。ちくわぶも知らんし、トッポギも知らんからな。ネチャネチャしてるちくわやろっていうぐらいのイメージ。トッポギはあのラーメンのさ、ナルトの筒状で長いやつ、あれなんだよな。あれはがトッポギなんじゃないかなと思う。あれ違うか。あれはなんかあれか、あれは関東では入れるやつか。きりたんぽや、せやせや、きりたんぽや、せや、きりたんぽ。きりたんぽってもう一個もちゃうもんな。きりでもないし。最近タピッタ？タピッタって何？あ、タピってない全然。最近っていうか全然タピってない。タピもう今年1年はタピる予定はないな。うん。2年ぐらいブランク開けてからのタピ入りがまた違うかなと俺は思ってるけどね。タピオカが流行ってるっていうのがまあいまいち俺にはよく分からへんねんな。そんなにさ、みんなの味覚って逆に言うと流行りで流されてしまうもんかな。橋本カンナやな。いや知らんけど、それ誰モデル？橋本カンナって、それ言うの？橋本カンナは、でも私橋本カンナだカンナとか言って言うの？そんなん言わへんやろ。そんなお前昭和のおじさんみたいなこと言うの？絶対言わへんわ。いや俺、いや分からへんねん。だからそのタピオカとかって食べへんのよな。もうだから好きなものしか食べない、好きな味しか食べないっていう。マーキノジャン、マーキノジャン、何それ？マーキノジャンっていうの、マーキノジャンってこと？何分からへん、それを知らんか俺。そういうのもあんの？そういうのま、分からへんな。ごめん、大体分からへんな。もっとな、みんなな、分かりやすく言うてくれ。60のじじいに喋るように言うてほしいねん、俺。自分が久々に墓参り行った時に会う、よう分からへん、おじいちゃんやと思って喋ってほしいねん、俺は。知らんから、俺。ジェロムレバーンな、知ってるで。せやったら俺、ロシアの速射砲してる、みんな。ロシアの速射砲、ルスランカライフ。ルスランカライフ、してる。じゃあ、お前、ルスランカライフ知らん人の方が多いやろ？一緒やて。そんなもん橋本かんなと、お前ルスランカライフは、お前ルスランカライフの方が強いやんか。お前バダハリドのあの伝説の一戦よ、絶対に知らんと思うわ。調べてごらん、ググってごらん。ロシアの速射砲ルスランカライフめっちゃ強かったんやから。バダハリと勝負して、でもう俺はルスランカライフが勝つと思ってん。それがもうバダハリが勝って、もうゴールデンボーイになったけれども、知らんやろ。もう バダハリも知らんやろ、そもそも。レミー・ボンヤスキーとかの時代の人やな。そやな、もうちょっと後かな、もうちょっと後、アレクセイ・イグナショフぐらいの時代のやつや。うん、本当に31よ。もうそんなんしか見てへんかったもん、俺は。そうやな、もうだからな、K1 はもう、そう、南海の黒豹レイソーな、レイセフォーとマーク・ハントのあの最初の戦った時のな、あれすごいで、ほんまに。みんなだから分からへんよ、K1 の選手なんか。もうだから、ルスランカライフとクッパなんか勝負した日には、もうルスランカライフ即勝ちやで、はっきり言うと。そんなん、ベーベーって吐いても、所詮は亀やろ。所詮は亀、あんなものは。ただもうマリオもそう、なんかヤッホーヤッホーとか言うけど、あんな結局何があいつは強いのって、足腰が強いだけな。でもルスランカライフはもうすごいね、もうあんな見えへんで実際。だから大手ごらんじゃ、道でルスランカライフと、たまにいたなんかでルスランカライフとこうすれ違うウェルシチュエーション行って、めっちゃ速いが、あんなパンチパンってされたら、もうジェラム・レバンダは逆に言うとバーンってこう叩くのはもうドンキがぶつかってるような感じだから、右手がトラックみたいなもん。だけどルスランカライフはもうそういうのじゃないね、もうほんまに弾丸を打ち込んでるようなスピードのパンチをこうパーッと
とか打っていくの、もうそんな受けた日にはレイセボーとマークハントが勝負した時もマークハントがレイセボーのパンチを受けても全然倒れへんかって、その時にアナウンサーなんて言ってるか知ってる？マークハント選手は小さい頃にトラックに跳ねられても気絶しなかったようですって言っててんで、お前トラックに跳ねられて気絶せえへん小学生かな、 K1 なんかやったらあかんて、絶対勝てへんって、人間じゃないんやから、もうそんなん歩く言う冷蔵庫みたいな、もうそんなん絶対に勝てへんって、冷蔵庫が叩こうてんのかお前、画面の向こうでは冷蔵庫と冷蔵庫が絶対勝てへんやろ。でもこれをでも知らん人は知らんねん、それでも俺が言うてるそのレベルと橋本環奈が一緒ってことな、逆にみんな引くやろ、橋本環奈を知らんのと俺一緒やもん、逆にえ何その橋本環奈って、もうしてよマウリシオ将軍も、トラックに跳ねられた、俺もトラックに跳ねられたことあんで、軽トラ軽く接触したところでパーンって、ほんで羨まって、羨まったもん、どこ見出してんねんって女の人に、おばちゃんにバーどこ見出してんねん、あすんませんって言って、今でももしあのおばちゃん来たら俺逆に金取ったら、もうお前を引いてくれたなって言って、お前そっから何十年よ、今二十何年経って来ないなって思ったわ、どないしてくれんねんって俺 言うと思うわ、おかん連れて、おかんも絶対言うと思う、うちの息子にって絶対言うと思うわ、うちのおかんやったら、もううちのおかんほんま俺のこと好きやから、多分もう俺しかいいひんからな、兄貴も死んでるし、だからもうそういうので言ったら、だからどっちかっていうと私がマザコンやみたいな感じで言う人もいるんですけど、まあ男の子なんて大体おかんの方が思い入れ強いんですよ、でもそれ以上におかんは多分俺のことをなんか好きやと思うわ、子離れができてないと思うわ、だよな、ちょっと行き座るかな、うん、だからな、おかんの話が多いのもな、考えてみてんけど、俺一個思うのはな、おとんが喋らへんからやな、だからおとん、俺と俺よりも喋るおかんがいる家庭の中にもしあなたが放り込まれたら、もうね、いる場所がないの、だから飯食っててもテレビ見てても俺とおかんが喋ってる間に入れなければ、ひとたび俺たちが話し出せばもう喋れへん、ちょっとおとんがでもな、それはな、わいわいそれはなって言うと、もうあんたは酒飲んでんのか黙っときって言われねえで、おかんにもうさ、喋ることがないの、夜の7時か8時に家帰ってきて11時になったら寝に行けって言われてやで、それまで一言も喋ることなく、うちのおとんは30年40年付き添うてきました、うちのおかんに。それを考えたら喋ることなんかないて、別に俺おとんと喋、おとんの話ってもうちょっとないもの、全部言うてると思う、あったら おとんの話は黙っときって言うておしまい、それでパッともう終わり、なんてもおとんが終わり、もうそれで終わり、まだもうおとんミュー触るしかないから、ずっとミューに、ミューにはミューでなんか親指の付け根噛まれるし、ずっと、いやマザコンっていうか、あのまあおかんの話するから結構そういうことを思うんかなって俺は思うねん、思われんねやろなとは思うねんけど、どこからって言われたら難しいな、まあでもなんかほんまにコンプレックスっていうほどやから、よっぽどちゃうか、よっぽどこうもっと韓国人が家族大切にするとかそういうレベルではないほどのものなんじゃない、ほんまは。あ、ステファン・レコ、あ、俺はステファン・レコはあんま好きじゃなかったな、うん、ステファン・レコはね、なんかパッとせえへんな、常に常にパッとせえへんねん、なんか、あ、ジェロム・レバンナとステファン・レコでもジェロム・レバンナを応援するし、まあフランシスコ・フィリオとステファン・レコでもフランシスコ・フィリオを応援するし、いやねんそう、ステファン・レコを応援することはないねん、まずまずないねん、だからもう勝又と一緒、勝又さんと一緒やねん、よう見るけどっていう感じ。あ、そうやな、え、マークハント自殺し、あ、そうな、マークハント自殺したん、え、うせやん、お金なくなったからか、うわ、それは知らんかったわ、なんか聞いたかな、風の噂で、風の噂でとか俺やばない、風の噂話聞いてたら、俺風の噂話聞けたらもっと金儲けてるやろな、絶対儲けてるで、俺風の噂話ほんまに聞いてたら、もっとアンテナ張ってたらな、もういろんなことして、あ、この土地どこかの開発が手出してるらしいでとか、どこどこ一部上場するらしいでとか、もうそんな知ったら俺も風の噂だけは聞きたいわ。俺やっぱ英語上手くなったよね、そう上手くなった、あーでも、うん、上手くなったって、発音がそうっぽくなったってことでしょ、多分それぐらいですよ、ほんまにつけ焼き刃の英語ですよ。てやな、ビットコインもすぐ買ってたよな、
それ言うてたわ、俺の友達もビットコイン、俺な第二のビットコイン見つけてんって3人ぐらいから聞いたもん。俺第二のビットコイン見つけてんっていう電話かかってきたパターンと、別の話してたらっていうパターンと、もうなんか3つ居酒屋でっていう、そのなんかとにかくそれ探してるらしいな、みんな今な。第二のビットコイン、アンディ・サワーも知ってるよ。でも大体知ってるよ、テレビに出てたやつは。自殺したのマイク・ベルナルドだった。あ、マイク・ベルナルドか。なんかもう、ほんな俺が言うてた風の噂で聞いたことあったような話ってどうなんねん、お前。お前がブレたら俺も狂うやろ。もう貯金では生きられないもんね。せやな。ヒカキンがゴチになります、出てた。あ、そう。もう、どういう感じでやればでね、やっぱ知名度ってこと、やっぱ。知名度で出んのか、出んのけ結局。じゃ聞きたいわ、俺。そういうテレビ業界の人に。知名度があって、やっぱり数字取れるってことで、出んのけ。お、例えば、ヒカキンさんと同じチャンネル登録者数で、ヒカキンさんの動画よりも見られてる人がもしいたとしたら、その人を出すんか。それとも、ヒカキンさんのチャンネル登録者数よりも少ないけど、ヒカキンさんよりも見られてる人がいたら、その人を出すんか。どうなってんのですか。マネージャーか、マネージャーのあれってこと。まあ、ゴチになりますとか言って、もう俺は悪いけど真剣に行くからな。もうそんな、いや、ああいう企画のやつやったら俺は真剣にっていうか素で行くからね、そもそも。私はなんかね、今までで私は気づきました。やっぱイベントごとだとか言ってね、張り切っちゃいけないのよ。もうほんまクソダサい服着て行った方が俺はいいと思う。クソダサい服着ていつも通り行った方がいいんだから、耳にこうやってイヤホンさしながら俺は喋った方がいいと思う。ほんだらなんかこう、なんていうの、あのいつも通りの実況でやってることが出るんだと思う。それをちょっと気張って、なんかこう面白いこと言わなきゃならないのかなとか、あ、喋ってはる、なんかここで差し込まなきゃならないのかななんて思うとダメなんだよね。あんなん出ても痛くも痒くもないねんで、ヒカキンは。まあそうやろな。まあもうそもそも知名度があるからな。ああ、そうやな、テレビ出たら YouTuber じゃないやんけど。ああ、確かに。まあそうやな、カテゴリーの話というか、まあそうやな、定義的にはそうなんかもしれんな。でもまあまあ、すごい YouTuber が表に立ってきたなとは俺は思ってるよ、最近。すっげえ思ってる。なんかこういろんなさ、ニュースとかでも YouTuber がなんとかとか、テレビの企画でも YouTuber のなんとかとか出てくるやろ。やっぱああいうのはすごいなと思うもん、俺。なんか今まではどっちかって言ったらなんかオタクみたいな感じで、ニコニコの時とかもまさにそうや。なんか2チャンネルニコニコみたいな流れがあったら、もうそのあたりも完全オタクみたいな軽蔑されてたけど、その後 YouTube になって、なんかどん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 こう、なんていうんだよ、それがノーマルというか、アブノーマルがノーマルになってきてるなと思うよな。すごいよな。今度うちの店に YouTuber 来る。あ、そう、何しに来るの、食いに来るってこと。デイリーモーションは何、デイリーモーションなんか、いや、デイリーモーションもう見ることないけど、俺なんかで、なんかな、職場の人かな、ドラマ見たくてデイリーモーション見てるって言ってたわ。だよな、10年前なかったもんな、 YouTuber って言葉が。泣いてたけど一瞬で止まったね。泣いてた、どうしたの、 なんかことあったんか。せやな、やっぱガーファパワーやな、ガーファパワー。やっぱうちのだからね、インテリエリート、インテリエリートスターダストプロダクション株式会社も思ってますよ。やっぱりガーファの力によってあれされてるなっていうのは、うん、思ってますね。僕は初代 YouTube にやったことある。いやー、初代っていうのがまずいつかわからんもんな。でも YouTube っていうか、やっぱ顔出してる人やな、結局。顔は出しとかな、テレビには出れへんで。俺はそう思うねんな。で、俺はぶっちゃけた話、あんま顔を出すことに対しての、あれはないんですよ。別にもう自分を知ってるから、別にイケメンじゃないってこと、自分を知ってるから皆さんに見せて何らあれはないんですよ。私としては恥ずかしいっていうのはそれあるけど、嫌とかっていうのはないんですよ。だからもう見てもらったまんまじゃないですかっていう話なんですよ。でもね、僕は多分その時期を間違えてしまったんで、完全にその時期を間違えてしまったなって。だからもうマスクをつけて出たら、もうやっぱマスクをつけないと逆に壁が出ちゃう、俺の中で。やし、見てる人もマスクをつけてる俺をありきで見るから、もうマスクか出さないかっていう選択肢になってしまうよね。
でも一発目から出しちゃったらさ、そんなことはもう何も考えなくていいわけじゃない。そうかな。だから俺はいつかは出すよ、多分。見せようっていうか、多分いつかは出すよ。俺はほんまに出すと思うよ。別にその顔で売ってるわけじゃないからな、俺の活動は。別に女の人に媚びてるわけでもなければ、付き合いたいとか友達になりたいと思うことも一切ないからな俺は。だから別に顔を出して何ら困ることは俺としてはないけど、まあ、私生活でもしなんかの万が一に迷惑、自分の周りの人に迷惑かかったら困るなって思う。でやっぱ人が増えればそういうことは出てくるだろうけど、まあ、自分の今の規模ぐらいではそんなことにもならんし、最悪自分の今の規模よりもっともっと増えた時はやめりゃいいや、仕事。ほんなら別に人に迷惑かけることないやろ。やめれるようになって、やめれるようになってとか、もうこれで生きていけると、もう俺は人生生きていけるとなった場合は出すと思う。だって生きていけんねんもん。ほんなら仕事辞めて普通にこうやってべちゃべちゃ毎日毎日しゃべりながら動画上げててしまえやろ。そうなったらそれは別に隠す必要がないもん俺。そうだから、オカシュンなんかはもうなんで出したかは知らんけど、別にオカシュンみたいな、そうオカシュンみたいなもんそうオカシュンみたいなもん、どんぐりの背比べみたいなもんよ俺とオカシュンは。言うたらあいつにデブって言うけど、俺はまああいつも別に俺にデブって言うけど、ほんで、ああでもな、別になんか特徴があるわけじゃないから逆にあかんねやろなとは思うけどな。だから俺が例えばマスク取って鼻がもう先っぽだけめちゃめちゃ長かったとするやん。鼻の先っぽだけなんかめっちゃ下に矢印みたいなって、千原ジュニアみたいなこうグワーなったとするやん。ほんだらなんかそこいじられてまだ笑えるやん。もうそういうなんか変わったとこが別にないねんな。とにかくな、バランスが悪いっていう。もし俺が絵を描いたら俺の顔でバランスが悪いっていうそれだけそれだけやね。うん、やっぱね、バランスが悪い顔っていうのはね、やっぱねよろしくないね。うん、いつかは見せると思うよ。ハゲてるとかっていうのもね、もうじゃあ好きに言え好きに言ってください。ワイワイ歯医者開業するんですけど、名前どういうこと。ワイワイ歯医者って歯医者も行かなあかんな。かぶせ物をしに行かなあかんな、歯医者。関西弁とうるささは特徴的やね。そうやね。確かに。人とは違うのかもしれないけど。でも、もうほんまに変わってるとこないと思う。でも、仮におかしゅうに聞いてもおかしゅうは多分変わってるとこはないと思う。変わってるところがないから、もうだからよくいいところがないってことなんです。別にいいとこ、なんかフェンディ買ってない。あいつが言うフェンディも何か分かってないし、俺。ほんまにフェンディが欲しいんかどうかも、ちょっと一回問い詰めたのかなと思ってんねん、俺。ほんまにフェンディがいいんかと。500万円ぐらいまで好きなもん買うたるわ。ほんまにフェンディがええんか、俺は聞こうかなと思う。俺は悪いけど、フェンディを選ぶことは多分ないから。なぜフェンディなのか、それ女性やからフェンディがいいと思えるものがあるのか、それともフェンディだからこだわったものがあるのか、それもぜひ俺はちょっと聞いてみようと思うね。まあ卑下してるわけじゃないけどねでもあるのよ多分。彼女の中にはどうしても自分の上のね、看護師としてやってて、なんか最近仕事辞めたらしいんだけど、でもその看護師と仕事してた時の上司が持ってたと、かっこよかったとね、財布を買うてほしいと僕は言いましたよ、もちろん。いや、数年前にあなたに私プラダの財布買ってって言われて買いましたよねって。その時僕、自分の一人暮らししてる家賃よりも高いぐらいの値段払って、僕あなたにプラダの財布買いましたよね。買いました。でもフェンディの財布も欲しいんですと言われましたね。ああそうですか、わかりましたと言って終わりですね。それで、うん、ワイワイの歯の虫はよく耐えてる。歯の虫何、歯のあれ振動ってこと。俺でもたまに歯がーってあんま喋ってたらこうグーってなんか歯のコーラス帯みたいなのがちょっとこう脳天をしびれさせるみたいなことあるで、たまに。あんまりにもグーって言いすぎてこう歯がグーってなるみたいな。買ったれよってさ、だからほんまにね、これね言ってたんで、本当に無責任なことを言うねって動画の中で言ったら、まあそれはそれでダイレクトメールで無責任なことを言ってすみませんでした、反省してますっていうダイレクトメールが来て困ったんやけど、でもね、そんなね簡単に欲しいって言ってね、あ分かったじゃあ欲しいんやったら買おうたるわって言ってね、そんなんやったら私はあなたの家のローンの足しにしてくださいと、私はそう思います。私が育ってきた年いってからこうたね、本当にやっとの思いでこうた、お父も70まで働いても返しきれへんぐらいのその住宅ローンをね、私はそれやったら5万円やったら5万円入れたいと思うんですね僕は。
ヴィトンでいいんちゃうん。そやな、ヴィトンでもいいと思うね。せやねん、これは。長財布10万で、まあだからフェンディの何か分からへんけどね。で分からへんから逆に買えへんよね、また。怖いよね。プラダ大事に使いって言わない。ああ、せやな、君は言うこと言う。そやねん、そやねん。で大体せやねん、でも女の人っていうのは財布をね、1個持ってる人より最近はね、財布を2個、3個持ってる人の方が多いらしいよ。財布って。なんでかって1個はなんかあれやねんって、お出かけの時に持っていくんで、でもう1個はなんかあの家に置いとくんやっていらんやもん、それあんねて、そういうのが家に持っといてなんかするとか言って言うし、いるわ。プラダ10万はいかへんかったよ。あのその時俺が前に買ったやつはね、ほんま8万か9万かぐらいの財布買った気がすんねんな、楽天で。あ、これええなと思って、これ最悪いらんって言ったら俺使おうかなと思って、で楽天で買うてん。それなんかちょっと安なっててん、赤なっててん、字が値段ので、あ、ええわ、ちょうどええわ、赤いしと思って、プラダの財布欲しい言ったから、ありがとう、こんな財布もらえると思ってへんかったわ。その時は嬉しそうにしててん。3ヶ月後にはもうこんなでかい財布使えへんって言ってたもん。これな、大きすぎんねん、カードがな、これでなって言ってずっと言いよんねん。なんやと思ってんねん、プラダの財布を。せやな、3ヶ月使うためにプラダの財布買えって言うねんて、俺もう買ってないよ、それは。そういうもう3ヶ月したもん。大きすぎて。カバンに入らへんねん。そんな財布あるか、お前。カバンが小さすぎるんやろ、逆にそれは、お前。お前のカバン、どんなカバンやねん。そのもう、ほんまあれか、手のひらぐらいしかないカバンなんかって言うねん。長財布がええって言うたのに、やっぱり長財布じゃないかもしれへんとか言って。めちゃくちゃいいよね。それに加えて、お前、おとんなんか、お前。もうスライムみたいになった財布。ケツのポケットに入れた何の皮か、どこの何かも分からない。二つ折りも三つ折りにもした財布、お前。ケツに入れすぎて、運転しすぎて、スライムみたいにペタペタになった。お前、そんな財布に、小さい頃に俺の兄貴が何かくれたミッキーマウスのキーホルダーつけて、お前。ずーっと一生持ってんねんから、何も言わんと。飯食うてる時にも何にも言わへん、おとんが。そうしてんのに、お前は。財布を買うたの、そんな、どう思います、役に皆さんでしょ。お父さんが60歳になった時にはね、僕何もできなかったんです、そんなに。だから一緒に木曽路っていうとこ行ってね、しゃぶしゃぶじゃあ家族で食べようって、ほんならそれはもうあの僕とお母さん出しましょうって言って、でそれでご飯食べに行ったの、60の時赤いちゃんちゃんこ着ててな、ほんで店の人に写真撮ってもらったらよかったねっていう、そういうふうなイベントしたんですよ。でもおかんが60になった時、おかん60で飯食いに行くかって、お父さんやったから、ほなカニ道楽かなんか飯食いに行くか、いらん、私はバッグが欲しいって言うねん、あいつ。私は赤いバッグが欲しいって言うねん。ああそうか、ほんだらまあしゃあないな、今まで育ててきてもうたから、まあそれなりに社会人として仕事もしてるし、こう買おうかって、ほんで買うたんや。もう何本ぐらいしたやろ、20何万ぐらいする赤のバッグ買うたんや俺。それも忘れもせんよ、阪急百貨店でお前5軒ぐらいバー回って一人で、ほんでなんかもう一個ええのもあったけど、いやこれは高いやだこうだって言いながら店員さんと、ほんでなんとか赤いやつやって、それで俺やったんよ、おかんに。いやもうそうとらへん、もう今になったらもう、あ、赤って使えへんっていうね。 笑っちゃうやろ、笑っちゃうよ、赤って使えへんっていうね、もうそんなんやったら、ほんだ黒って言うとけよな、もともと。いやそれな、60の還暦やから赤っていうのはそれはもう普通やねん、それで赤でやんのが普通やねん。いや分かるけど、赤い別のもんと黒のバッグでええやん、ほんだ。そういうの使いよらへんねん、使えへんねんて、とにかく派手やから。それはまた言うねんもん、だからそれでなおかつ言うねんもん、フェンディの財布買うてほしいってな。ものの認識の仕方が変わったやろ、みんな。やったら、みんなが今多分、今ここに100人いたとしたら100人が多分思うわ。おとんに買うたれて。多分思うやろ。おとんに買うてあげてくれ、頼むわいわいと。お前頑張ってお金稼いで、おとんに、そのスライムをなんとかしてやってくれて、みんなそう思うよ。俺もそう思ってるもん。だから買わへんねんな。せやねん、そういうことやねん。今でもこう、そこで大学の時に俺はお金なかったんけど、なんかでアルバイトかなんかした時に、お父さんに買うてあげようって言って、なんかほんまにな、丸いかなんかで買うたんや。ビジネスマンのちっちゃいセカンドバッグみたいな、なんか何ワニ革じゃないけど、ワニ革っぽいなんか加工したみたいなやつを買って、それでお父さんにあげて、あれなもう1万円とかそれせえへんぐらいかもしれへん。それ今でも使うとない、でもずーっと使うとる、それだから。もうそのお父さんにね比べるとね、やっぱり
ダメですよ。フェンディのさよなんて言っちゃでしょ。天理のさやかラーメンは美味しいよ美味しい。奈良にもあるし、天理じゃなくても奈良市にもあるよ。うん、で俺はおとんに買ってやろうと思います。近日乞うご期待。何買ってあげたらいいと思う？おとんに何を買ってあげたらいいと思う？俺はでもほんまに、まあ誕生日が6月やったんですけど、そのバッグを買ってやろうかなと思ってんねん、ほんまは。うん、だからそれをちょっとね、バッグ、そのバッグが、そのバッグをあいつがおとんが持ってるから変えられへんのじゃないかと思って、逆に。だからもう買い替えられないんじゃないかと。その俺のものをほかして他のものを買うってことはできないんじゃない、ならばそのバッグをものすごくいいものにしたらいいんじゃないかと俺思ってんの。だからそのセカンドバッグを、セカンドバッグ的なちっちゃいポーチみたいなバッグを、もうそれこそルイ・ヴィトンとか、もうそういうみんなが知ってるブランドにしてやればいいんじゃないかと思ってんの俺は。そう、腕時計も考えた。腕時計はちょっと釜かけてみてんだから。おとんもな、もうあれやもんな、仕事もそろそろな、70になったらもうせえへんかもしれん、仕事もせえへんやろうし、そうやったら腕時計とかもな、できるようになるけどな。いや俺は腕時計はせえへんっていう、腕時計はな、せえへんっていうかな、潰してしまうって言って、あ、そうかって言って、でやめた。孫な、あーいいこと言うね。孫をもう養子にするか。ほんだからなんか、あ、もう結婚できひん独身の女性でも、もう本当に子供もいら、子供が欲しいっていう人とちょっとこう契約して、2人子供産んでもらおうと。2年間で、2年間で子供2人産んでください。で1人はうちのお父さんにあげますと、で1人はあなたもらってくださいと、でいうことで契約して、それで養子に入れようかな、じゃあうちのお父な。ほんならウィンウィンの関係、誰も嫌な思いしひんっていう。僕が養子に入りますってお前急に来んの？俺の家に急に来んの？養子になりました何々ですって言って、今まで何してきましたみたいな履歴書持ってきてな、ちゃんと。じゃないと音もどう接したらいいか分からへんから、とりあえずちょっと困るやんか。もしかしたら40とか言っても困るし、こっちも俺の年上ってなってもちょっとあれやろ、さすがに。それはそれでも楽しいけどな。養子できましたってピンポン押して養子できましたってのも面白いな。でもな、養子送ったからっていうの、じゃあ俺音に LINE で養子送ったからって言うんか。多分今月末には養子届くと思うわって俺言わなかやな。じゃあ、あ、そうか。そやな、履歴書もいるし、まあ、うん、少々のあれは欲しいな。その自分の身の回りのものも欲しいな。ベッドとか自分に合う枕な、自分に合う枕、これ大事ね。やっぱそういうのも匂いとかあるし、うん、だって猫アレルギーとしては厳しいね。うん、マイワイの子供はどんな性格になる？俺の逆じゃないかな、多分。俺の逆のような子やと思うよ。俺を みたいな人を見て嘲笑う子になると思う、多分。俺のような活動をしてる俺、おとんをもし見たら、そういうなんかちゃんと学校行っといてよかったとかいう、そういうやつが生まれると思う。俺が60ぐらいだった時にな、俺が60ぐらいだった時に子供が、例えば何歳か分からんけど、まあ今年本田を産んだとしたら30やとするやん。例えばじゃあ俺が61で、じゃあもうそうやって言うやつが生まれてほしいっていうか、生まれると思う、多分。何に話しても、まあお父さんもそんなしてたもんねとか言ってなんか言われるような子が生まれると思う、俺は。じゃあアンチやな、俺のアンチみたいな。でも愛っていう意味で言うとめっちゃ俺強いタイプやから、俺モンスターペアレンツにならへんかなって心配やねん、ちょっと。その子供に対して深く接するってことはあんまりしいひんかもしれんけど、でも子供に対する他のものに対して、あ、当たりがきついんじゃないかなって俺思ってまうねんな。なんかさ、オセロとかを獣医に連れて行ったりしても、ちょっとでもなんかあったらお前なっていうような顔してるから、俺もうずっとお前頼むぞと。もう何、どんなものがいるか、どんだけ時間かかるか分からんけど、ほんまに頼むぞ、うちの子やからなみたいな感じで俺はもうずっと言ってるからな。これがね、子供できた時にそのやれ先生だなんだにならへんかなっていうのは困るよね。うん、まあそうやな、俺を敵に回したらっていうか、もうそれはサイコパスを敵に回してることになるからな、なかなか受け入れられへんちゃうかな、みんな。普通に、普通の人の、普通の親御さんっていう感じだったら、まだまあ敵に回すとかっていうのはあるかもしれない。ただのサイコパスやからな。常人の発想じゃない嫌がらせをしてきそうやろ。その普通の、
普通の嫌がらせじゃなさそうやろ。なんかそこが俺の、いやあかん、あれやと思うわ、一番の強みやと思う。俺書くわ、履歴書に書く。俺自分の一番の強みはそういう常人ではない発想の嫌がらせを思いつくっていう、そういうことする。一回積み上げて潰すみたいなことすると思うな俺は、うん、モンスターオーナーね。なもうわいわいは元やんじゃないですよ、全然元やんじゃない。だからもうほんとなんもうね、いくらでも僕だから言いたいから言いますけど、だから本当に私は賢かったんだから、もう本当奈良の星やったからね。奈良の中でももう5本の指では足りる品ぐらいの順位ちゃう俺って思うわ。それぐらいの順位の賢さやったと思う俺。両手の指でも足りひんぐらいちゃうの順位やったと思う。それぐらい私は賢かった。だからほんまに秀才と呼ばれて、俺だって国語の本を読んでた時に、国語の本を読んできてくださいっていう宿題があって、お母さんを目の前にして、その国語の本を読んでた、まさにその昔のそれはスイミーとかそういう時の本やで、それを俺はもう一時バーって読んでて、毎日俺国語好きやったからずっと読んでて宿題で読んでください。ある日俺は読むことをやめて、なんでやと思う、頭に入ってしまって、全てがその本をあまりにも読みすぎて、音読しすぎて、パッて閉じて読めて、もうその時にすごない、もうそれはだから寝てろが音を超えたっていうのと一緒、読むことをやめて俺は。もう頭の中全部だから入って、はい、もうそれの次の文章がもう目を閉じてても、その次の文章、あこのページやこのページやってなって、あもうこれは全部頭に入ったっていう、天才。ほんまほんまにそうやってんから、この子は大丈夫か頭がってお母さんに言われても、私の子じゃないかもしれへん、もうとある日言われて、あんたはなって橋の下から拾ってきたんや。なんで橋の下やねん、まず今思えば橋の下って情報がちょっとまとめてほしいわ。せやろ、ほんまにそういうのがあって、それぐらいずっと、だから間違うことがなかった。テストするにしてももう穴埋めとか出るわけじゃないけどさ、ずっとそれ俺はね やってたわ。だからね、そういうふうな、こうやった、それがなんでこうなったのかって、ね、これはもうぜひ5年後に書くワイワイの人生のワイワイの全ての人生を書いたその遺書っていう本を出すから、その遺書、それで読んでください。ワイワイの今までの自伝遺書、もうそこで死んでます。私はそれ出して死んでます、もう5年後か6年後かぐらいですね。気になるでしょう、なぜそんな子が、そんなに賢かった子がこうなったのかね、それ紐解かれていくと思うね。まあ、それはもう中学校に入った時ぐらいからそうなんでしょうけどね。ポケット六法も覚えられない。ポケット六法無理やって。もうだからその頃にはもう違うねん。だからその時は覚えてたかもしれない。だからその時に俺ポケット六法を見せてたら、もうポケット六法を閉じたかもしれん。俺だから小さい時にポケット六法を勘渡してくれたらな、俺。ちいちゃんの影送りなんか覚えてもしゃないやろ、別に。どうでもええやん、別に影送ろうが送る前が。お前の自由やん、そんな。俺にそんなお知らせやっても。黒猫ヤマトで送れんやったらまた俺に教えてくれたら。ああ、そうなんやってなもんやけど。なもんちいちゃんの影送りでお前上にビャーってやったな、遅れます遅れませんって、そんな話されてもお前な、それを覚えるぐらいならポケットロップを俺にパーって見せ、おかん見せてくれて、ペラ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 めくりながらさ、第1条何々第1条何項何々って覚えてる方がまだよかったわってやろ。今は昔竹野の大きなというものありけりやな。そういうの感じじゃなかったけどね、私が覚えてたやつは。それを遅れます遅れませんの話しちゃうやん。せっけ遅れます遅れませんの話じゃなかった。春はあけぼの、白くなりゆく山際、少し明かりてやけ。そんなやな。あったあった。そんな覚えてないで。だからその時にはもうわかんない。もう人生のスイッチは逆転に入って。だからもうレールは今までずっと東海道新幹線ぐらいの大きなレールを走ってたんや。本当にエリートのどこまでも行けるようなやつやったけど、急にそこで入ったんや。奈良快速鴨行きに入ったんや。急に。なんで奈良快速鴨行きに入って、しかもそこでさらに乗り換えることになって、で、八木駅で降りることになるのか。これ、この八木駅から物語は始まるの、今度。逆に。俺の自伝遺書では。逆に八木駅から、今の現状から、今の亡くなったその遺書の現状から追っていくから、東海道新幹線まで。これはもうめくるめく物語よ、本当に。
メメントのような映画メメントのように逆に何があったっていうそっから話しに行くから、うん、各駅ではないね最初はね。でも八木行きになんね途中で普通八木行きに、あ、紫出したる雲にたなびきたるは、忘れたな、なんかよう覚えてんな。光るだけなん一筋ありけり、光るだけなん一筋ありけりって何そんなったっけ、そんなったっけ、忘れた。メロスは激怒した、えな、知ってる知ってる。メロスってなんかあれなんかわ なんであれ走ってんだっけ、友達を救うかなんかのために走ってんだっけ、なんかあかんことしたよな。あいつ自体が自堕落で、確かメロス自体がすっごい自堕落なやつで、あいつなんかちょ捉えられ方みんなに間違えられてると思うね。なんか友達を助けるために一生懸命頑張って走った男みたいになってるけど、ほんまはメロスっておそらくめちゃくちゃクズな男 でそいつの身代わりになったやと思う、確かその自分のめっちゃええ友達が、これじゃいけないと、でメロスはやっと改心したみたいな、そういう感じだったと思うな。でメロスは激横で、そうメロスは激横になって、ほんで走ってメロス激横で走ってて、流れめっちゃ激横ブンブンでずっとブン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 って言って走って、でなんか走ってなんか携帯かなんか取りに行って、も戻ってきよったんかな、そうちょっちゃう分からんけど、でなんかな助けたんか助けてんか分からんけど、まあもうそんな一緒やんか、ちいちゃんのかよくりは多くたんどくらへんのと一緒、そんなんはもう、でも走ったことが大事なのよ結局あれ走ってへんのヒッチハイクしてたってこと、じゃあメロスはヒッチハイクしてたってこと、うわすごいなそれ、それはまた新しいお前歴史に苦言を呈したね君は今、変えるね、ダーウィンかな、そうなってくると、じゃあ走れメロスじゃなくなってくると、あそういうことか、てか走ってないからってこと君が言うには、おそらくそういうことじゃない、彼が言ってるのはどういうことかっていうと、走れメロスって走ってるメロスに対して走れと言わないでしょ、要するに彼は走らなかった、だから走れメロスと言ったんだと。あーなるほど、君は結構そう、走れよメロスってことだよな、いい加減走れよメロスっていう、そういうことなんじゃない、だからもともとそのな何で言ったやろな、じゃあチャリ、チャリか、まあその時代のこと考えたらチャリが精一杯かな、でも三輪車か、まあな、まあ他の方法がないもんな、二人三脚なわけもないし二人三脚で生きてるわけ、あ馬か、そや馬や、馬、馬で走ってたんじゃないか、ああなるほどな、それはあるかもしれないね、だからもういい加減走れよメロスということか、かもしくは走ったのはその走った子はな、まあ、あの利明くんとかで、ほんまは利明くんで、で利明くんが走れって言われてんのに走らへんかったと、利明くんはどこどこまで行けって言われたのに、利明くんは僕走りじゃないと言うたと、だから馬を買うてきた、その馬につけた名前がメロスだったと、よし行け走れメロスという利明くんが言ったセリフがもしかしたらタイトルになってるかもしれないってね、それはありうるね、うん、走らせた利明やな、だから走れメロスっていうか走らせた利明やったの場合の説もありうるな、これはねやっぱり考えれば考えるだけ出てくるよ、人間のやっぱりこの発想というものは、うん、ダイソーやね、だからそう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 、でもそういうことを言い出したらもうほんまにね、何を言いがってんのか知らんけど、暴れん坊将軍っていうのも悪口やからね、うん、はっきり言うとね、暴れん坊将軍っていうのもうん、嬉しそうにててててって出てきてますけど、完全に良くないことですから、それは暴れちゃいけない将軍はね、それだけは本当に守ってほしい、あなたのために今まで幾数人という人たちが命を捧げてきたのだから、このもんどころが目に入らん、じゃあこのもんどころちゃうわ、このなんとかが目に入らぬのかとか言って言うやん、金さんとかバーンって、それはみたいな、まあもう普通は差し殺されてますからね、その場合は、でそういうのはちょっと甘えん坊将軍の方がいいかもねうん、うん、いいかもね、セロンに甘えん坊将軍っていう意味で、どうしようかな、どうしたらいいと思うっていう感じの、いつも馬に乗りながら、馬に乗りながらっていうか、もう馬とかも乗らんでもいいよね、基本的にどうしたらいいと思うって言って、最近ちょっとその土地の問題がいっぱい密集してて、どうなってなってるんけど、どうしたらいいと思うっていう感じで言っててくれたら、うん、遠山の金さんとかもそうやもんな、別に言うたら
遠山の金さんってもうほとんど意味わからないけど、遠山のっていう名前、あれ遠い山のってこと、え、どういうこと、遠、え、それもちょっとわからへんよね。阿波天望将軍でもいいな。まだ戦争始まってないのに一人だけ戦争行ってるみたいな。阿波天望将軍。いいやん、もう1年前には黒船迎えに行ってるみたいな。阿波天望、阿波天望将軍いいな、それいいわ。だからこれはもうな、想像するだけでいっぱい出てくる、みんなの物語がこれやねんって。だからみんなちょ、これをね、俺は出してほしい。だから簡単なこと、だから俺の言うこれと一緒なの、このね、カニの足にブーツと一緒、馬の耳に念仏なんて思える必要ないねん、そんなもうことわざは。みんなの方法でやってもらったらいいやん、その方がやっぱりね勉強になるわ俺は、と思うねん。いや戦争行かないだろうっていうか、でもいろいろ考えられるだろ、そうやったら、あ、そんなやつもいるかもしれないほら、もうみんな頭の中から暴れん坊将軍もなくならないよ。だからもうそういうことになるわ、みんな。かくれんぼ将軍とかもいい。かくれんぼ将軍どこにいるんだろう、将軍はみたいな、なんでなってんねやろな、いつも将軍殿、将軍殿って言って、いつもなんかちょっと脇役の人とかが、内藤大輔あたりが、内藤大輔言っちゃうわ、それは世界チャンピオンやん、ガーッ将軍殿って言うてる映像で流れるだけ、常にすごいな、かくれんぼ将軍は。まあでもね、いろいろそのやっぱりねありましたですね。まあ、小学生の引きこもり YouTuber どう思う、あ、まあそういうのもな、前に話したけどな、でも結局のとこな、彼学校行くってなったんじゃなかったっけ、行ったよな確か、なんか、え、なんかそれじゃなかったっけ、なんか学校に行ったみたいなことを聞いたっていうか、ニュースかなんかで見たわ、不登校 YouTuber 学校に行くなんかニュースみたいなのは俺なんやねん、それ不登校 YouTuber ちゃうやないか、普通のわけやないか、ただの普通のが来てどないやねんっていうね。いいやん、それは。あら、それでも言ってないの？だからネタなんや。あ、ネタに踊らされてるんや、じゃあ。もう、ネットニュースが。ああ、やっちゃったライブドア。え？てやな、部屋で稼げるからな。まあでも彼がどれぐらい稼げてんのかとかも俺分からへんからな。例えばさ、俺と同じチャンネル登録者、俺と同じような再生数やっても、単価って違うらしいねん。だから、一概に、儲けてるとか儲けてないとかっていうのは、だから俺に当てはめて俺は計算できひんやん。だからなんていうかな、その一気に見られたら増えてんのか増えて減ってんのかも分からへん。例えば1回の動画が100万再生された後の動画っていうのはさ、もうなんか人気者として見られてるみたいなこともあるかもしれへん。それが分からんからな。実況動画って単価低いらしい。あ、そうなんや。それもな、俺も分からへんね。なんで単価が違うかっていうと、単価が違うっていうかね、簡単に言うと、スポンサーで動画を入れるでしょ、なんか、なんていうの、 CM に入るでしょ、だいたい動画の最初に5秒でスキップできるみたいなやつ、5秒でスキップできるやつがなんていうの、その広告になるわけですよ。例えばそれ1個入れてたら、例えばまあ 1再生で、まあ、ありえへんけど1再生で10円やとしようや、1回その動画再生されたら10円やとしよう、俺の場合10円やとします。それを3つ入れたら10円10円10円で30円っていう計算俺はできるよね、俺はできるんやけど、この広告自体がまず違うっていう。そもそも1個の動画の広告自体が100円のやつが入る、有名なやつには単価が高い広告が入る、まずこれが1つ、もうその違う差はね。かといってほんまにすごいお金を出す企業は全員にやってほしいから、もうほんま底辺のような人でも、もう頂点のような人でも宣伝してほしいから出すわけじゃない。じゃあそこで逆に言うと、単価で変えなきゃならない、その単価を変えなきゃならないという、その飛ばせないやつの方が高いんですよね。その飛ばせないやつが入るっていうことは、Google が優遇してるってこと、その Google というか YouTube が優遇してる。だから飛ばせない広告が入る人っていうのは単価は高いと思う。でそれどうなったら変わるかっていうと、やっぱりあれやねやと思う、こういうなんていうの、動画の登録者数と、あとどんだけ見られてるかっていう、だからな、長さ、回数じゃなくて長さ、 1分の動画を100万回再生されるのと、100分の動画を1回再生されるんやったら、 YouTube は100分の動画を1回100分丸々再生されてる方を優遇すんねん、1分の動画を100回再生されるより。で要するにその
固定率っていうかな、ずっと見てる維持率、ずっと維持してます、維持して見てますっていう、長く見てくれるってことは YouTube からすると広告を長くその間横に置いとくことができるから、簡単にパッパパッパ切り替えられるより、ずっと長いページを開いてくれてる、 YouTube のページ開いてくれてる方が嬉しいね。でそうなってくると、そこの部分維持してる人が多いような動画がいいというふうに言われる。そうそう、再生数じゃないねん、せやねんせやねん。だからみんな言えへんねん、逆に言わへんのじゃなくて言えへんねん、分からへんねん、ほんまに。なんかで俺はそうやねん、俺は長いやろ俺の動画って、30分とか40分とかなるじゃない。ほんなら30分も40分もなったらさ、普通見えへんやん。でもワイワイの動画を見る人っていうのはもうね、なんて言うていいのな、もうめちゃめちゃ臭い豚骨ラーメン食うてる人みたいな名前と思うね。だからめちゃめちゃ臭い豚骨ラーメンは他では食えへんと。だから他のたまに醤油ラーメンも食うし、塩ラーメンも食うし、味噌ラーメンも食うと。やけど このめちゃくちゃ臭い豚骨ラーメンたまに食いたいなと思って絶対見に来てしまうという人は、30分あっても見んねんよ。めちゃめちゃ臭い豚骨ラーメン食いたいね、30分かけて。ほんだらさ、維持する長さが多くなる。この維持する長さが俺は多い方だと言われてる、一応。でも俺は他の人のを知らんから分からへんっていう。ワイワイの動画はそうやねん、だから長い、別に長くしてるつもりはないねんけど、人より長いから、多分な、分からへんよ、普通に言うかもしれへんしね。でも長いんじゃないかって言われてる。なんかその他の人たちから、ラッター君とかさ、他のなんか人たちの動画をから察するに、10分前後台ぐらいが多いっていうふうに言われてるね。越境長いそうやな、25分言って短いやろマジで。俺の動画の25分ってもうほんまもう3秒ぐらいで終わるやろ。なんかなんか今日言うてたっていうぐらいの感じで終わらへん。25分でもうなんで何も今日お前始まってないんじゃんみたいな感じになるやろ。どっちかっていうともう最後のその20分からの後の40分までの20分ぐらいが一番の美味しいとこやもんな。一番味が旬でるとこやんな。最初なんかもうはいどうもなんとかですみたいな、しょうもない、誰一人笑わへんようなこと言うて、その後になんかどうでもええ触りでなんか前説みたいなことをして、始めますやん、まあ、誰でもできるようなリアクションしかしませんやん。ああそうなんや、ここなら、ああこんな死んでしもた、ああもうそっか、最後もう味しみた煮卵出てくるの、最後の最後麺をすすってすす、最後の煮卵パカー開けた時のあの感じな、あれはもうやっぱ20分見た後の20分やね。あこがもう一番おいしいと思うねんな。でもそこには絶対行かへんねガキは。俺も目に見えて分かってんねん、そんな30分も見てるわけないねん普通に考えて。マリオメーカー2してへんねんから。でも、ね、いつも思ってるそれ。もう途中でニンニク、そうやねん、味を変えるっていうね感じがまたあるのね。雑炊みたいなもんですね。カニ鍋した後の雑炊みたいな、もう雑炊がいっちゃうまいねんみたいな、そういうとこね。でもみんなやっぱカニ鍋や、カニ鍋食いに来んねんな。フグ鍋やったらフグ鍋食いに行くじゃないですか。てっちりですか、てっちりやったらてっちり食いに行く、そういうもんなんです。それ行くんだけれども、やっぱりいっちゃうまいな、でも雑炊なんだよっていうね。で店の人も自他ともに認める、一番うまいのは雑炊なんだけれども、やっぱりてっちり用意しとかなきゃねっていうね。でも普通はてっちりだけ提供しますよねっていう、てか余計なことしてますよねってことでね、はっきり言うと余計なことしてますよねあなたっていう感じでしょうね。はい、おじいちゃんの時計ではないですねあれは。はい、おじいちゃんの生まれた朝に買ってきた時計ってことは、おじいちゃんの時計ではないですねあれは。はい、ひいおじいちゃんの時計ですね、正しくは。もしくは、もしおじいちゃんの時計、おじいちゃんがもう亡くなったということで言うのであれば、あなたの、あなたを産んだ父親母親が所有者として認識されてるでしょうね。はい、急にあなたに行くっていうことはないでしょう、さすがにおじいちゃんっていうことから察するに。はい、と思います僕はね。あーバーベキューなー、バーベキューしたいっていうか、でも虫多いとこで俺バーベキューしたないねんな。最近雨降ってさ、傘外に置いててんやんか、雨の滴んのいらんから。俺あの部屋の中入って、だから玄関のところっていうかな、その玄関出たもう入り口のドアにかけてて、ほんだらその中にガー入りよってん、ちっちゃい、なんかだからキュッて閉めんとさ、キュッて閉めんと傘絞ってるわけよ。ほんだらもうパッて開いたところにガー入りよってん。ほんでな、そのガーがな、傘の作りって複雑なもんでな、あれ罠みたいになっててな、出られへんねん。だって下に収束していくやろ、あれマジで罠やで、あれ地獄のそれやで。もう下に行ってて、しかもナイロンの素材、虫たちからしたらまあ登ることはたやすいかもしれないけれども、ガーって登らへんやん基本。飛ぶやん、飛んでひっついて、飛んでひっついて、相性が抜群に悪いねん。だからもうそこでピタッてこうひっついて、もう上がれへんねん。かといって
飛んでもそのシワシワになってるところに止まってるから飛んでも多分距離出えへんねん。パタッて当たってしまうんですぐに。だパタパタって下にどん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 行ってまうねん。もうこれがもう思わぬところで傘がね心に雨を降らせたかっていうね、ことですね。さあということでね皆さん、1時ですんで、エンディングにしますか。いやーまあそうですね、久しぶりにね生放送したいなーってずっと思ってたんですけど、なかなかできないままね、まあ明日は明日で動画が上がるんですけど、なんか動画上げた日に生放送したらなんかね動画が見られないような気もして嫌なんですけど、そのまあちょっとその感覚をまあできれば、フィル・ジョーンズ物語かこのビサゲの時にちょっと生放送かませられればいいなとは思ってますね。でまあ7月いっぱいはそんな感じでしょうけど、8月になったらちょっとね法事が終わったあたりぐらいからかな、僕の夏休みするためにちょっと準備しなきゃならないので、それもしたいし、まあそのなんかルーマニアとかも買ってるじゃないですか、モンスターファームとか、それもやってないんで、まあ生放送の日を作ってもいいかなとは思ってますけどね。27万人いったら27時間、いや27万人いても27時間はやらへんだけどね、24時間はでもやると思うね。うん、24時間放送はいずれすんだけど、24時間放送したくて初めだからね、そもそもの企画自体をね。僕夏はね結構なんか今でも言われんのよな、なんか夏には僕夏っていうね。だからまあ去年もやってたし、でも4やからな、ちょっと思ってるもんかどうか分からんけど、あとはもう本当にありがとうございます。ダイレクトメール今日もネタとして使わせていただきましたけれども、いろんなダイレクトメール送ってくださることね、返しはしませんけれども、でも一応見てるのは見てると思います。全部見られてるかってそう分からないんですよ。一気にガッと来る、1日に多分30か40は来るので、全部見られてるかって言ったらちょっと不安なんですけど、ただ見られる範囲では見てるので、もしあればね、なんかネタというか、まあこういうなんかしょうもないことであげていいのであれば、ね、送っていただければなと思ってますね。あ、そうそう、島爺さんね、島爺さんもなんかツイートしてくれてるみたくてね、本当にいや申し訳ないなと思いながら、裏ではね一応ダイレクトメールを送ったんですけど、なんか、まあ、ありがとうございますみたいな形であげたんですけど、ただまあね、そんなに何て言うんですか、全然いいジャンルですんでいやあまりにもいいジャンルすぎてね、なんでなんだろう、なんで見たんだろうみたいな感じで思ってるんですけど、まあ、本当ありがたい限りですよね、そういう他の人も含めてね。さあということで本日は1時5分までお送りしてきました。生放送、急な生放送でしたんで、見られなかった方も動画で見ている方も多いかもしれませんけれどもですね、7月12日までにちょっといろいろありまして生放送できなかったのは申し訳ございませんでした。できればまた生放送もしていきたいと思ってますので、時間がありましたら見に来ていただければなというふうに思います。それでは皆様、本日の生放送もこれにておしまい。